はいではあの、第6回欧州政策パネルをこれから始めたいと思います。よろしくお願いします。グローバルフォーラム、高畑ですで。今回は一般公開ということで、えーと、今日は100名以上の方にお申し込みいただいております。よろしくお願いします。テーマが今日はポストメルケルの行方ということで、えー、始めたいと思いますで。また例によって本日の会議はあの録画させていただいておりますので、後日、我々のウェブサイトの方に。 掲載させていただきますのであらかじめご了承いただければと思います。じゃ渡辺先生他パネリ様、はい、パネルの方よろしくお願いします。皆さんこんにちは、えー、欧州政策パネル、えーえー、のあのまとめ役を務めさせていただいております帝京大学の渡辺でございます。本日はどうもあどうぞよろしくお願いいたします。えー、だいたい六十名 ぐらいの方があ、パネリスト含めてですけれども、ですよね。あの、あま,また増えてますね。えっ、ー、とあ、お申し込みであります。本日は、あの、えー、先頃行われましたあの、ドイツの選挙をめぐる展開、今後の展開を中心にお話しいただきたいと思います。あの、欧州政策パネルのメンバーの、えー、一人でもあります、中村先生、えー、名古屋大学の中村先生に今日は、 あの分析をお願いいいしたいと思いますそれから今日は、えー、コメンテーターとして、えー、ディスカッサンとコメンテーターとして、えー、トネダテ、えー、様それから、えー、三好様、五イ様あただそれぞれあの各メディアで、えー、ご活躍の方々ですけれどもあのドイツ、ヨーロッパにお詳しい方々たちでございます。 それではあの早速なあの、えー、中村先生はあのドイツのことについて長年研究されておりまして、えー、メルケル現,代の現在の,あのメルケルそれからあを含むですね現代のドイツについていろんな形で発信されている方でございます、えー、ドイツの安全保障から始まりましてそれからまたあの日本との安全保障政策の比較なども手がけてられます。 後半にヨーロッパ全体のこともご覧になられております、えー、それでは中村先生にお願いいたしましょう、えー、早速お願いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします渡辺先生ご紹介ありがとうございますそれではあの私あの局の方から20分程度というふうに言われておりますのでこれからあのパワーポイントを画面共有いたしまして、えー、プレゼンテーションを始めたいと思います高畑さんこれよろしいですか今から どうぞお願いしますえっと、見えておりますでしょうか見えてます。 はいじゃああの始めさせていただきますえっ、ー、と欧州政策パネルの方でドイツのことを中心に担当させていただいております名古屋大学の中村俊也と申します本日はどうぞよろしくお願いいたしますまたあの本日あの初めて、えー、とご一緒させていただきますえっ、ー、と,、えー、とパネリストの方々どうぞよろしくお願い申し上げますそれではえっ、ー、と 先ほど渡辺先生からもご紹介をいただきましたように私自身は、えー、とあのドイツのことを中心にあの研究をしてきておりまして最近の、えー、と研究成果としてはあの昨ごめんなさい今年の3月末に、えー、刊行されましたあの国際安全保障これあの ここでご一緒させていただいております渡辺先生にもご苦労いただいたわけですけれども、ご一緒させていただきいたり、またこれもえと渡辺先生や福田先生にご一緒していただきまして、学会の方でもあのご協力を賜りましたクンドナニさん、この方の翻訳書を出したり、この一番右は最近の欧州政策パネルで観光したものでご一緒させていただいたということで、ドイツのことを中心にえーと研究を進めております。 まあ、アウトリーチといたしましては、えー、と朝込新聞であるとか、先日の総選挙については、共同通信社の方の、えーとえー、指標というコメンコ,コラムにですね、寄、え、稿、ー、させていただく機会がございました。まあ、そんな研究を最近をしてきております。で、本日は、えー、と3点、えーと、1つは、えー、9月26日、つい先ごろ行われました選挙結果 の分析についてお話をさせていただきましてまだちょっと新政権の枠組みが固まっていないわけですけども現時点で考えうる新政権の課題それから3点目に新政権の政策的な方向性ということについて現時点政権の枠組みを見ていない中でですのでこの点はあらかじめご了解いただきたいんですけどもこの3点についてそれぞれ6分程度でまとめてまいりたいと思います。 えとまず選挙結果でございますけれども、これ、選挙結果につきましては、日本のメディアでもえとたくさん報道されておりますので、皆さん、多分ご承知のことだろうと思いますけど、改めて確認をいたしますと、連立与党で、これまではメルケル政権の下で第2党でありました中道左派のですねえと社会民主党が、 得票率25.7%で第1党に進出をしまして、メルケルさんのキリスト教民主・社会同盟です、ね、は24.1%で、僅差で第2党に転落をしたということで、第3党は90年連合ミドルの党というところですね、環境政党14.8%、で第4党がえっと自由民主党で11.5%。 このところドイツの関係で比較的話題になることが多かった右派ポキリスト政党のドイツのための選択肢というのは10.3%で一時の勢いは若干なくなっていると、まあ、ただこの政党地方議会では結構活躍をいたしましたので、まあ、なかなか名乗れないんですけども、えー、とこれが第5党それから左派党が4.9%ということで、えー、と極右極左の体調があの出たかなと。 といいう,うに思いますでこれがあの、えーとえー、グラフあのドイツあの、まあ、戦,戦艦のですね暫定採集の、えーえー、と数字を、えー、ドイツの公共放送の ZDF や RD というところがあるんですけどもこういったところがあのグラフにきれいにまとめてくださいましたのでそこから引用させていただいております。まあ、こんな形でですね、えー、と第1党があ社会民主党 第2党がキリスト教民主・社会同盟という形で、第3党が緑の党、それから第4党11.5自由民主党ということで、えー、赤、黒、緑、黄色、まあ、これシンボルカラーでございますけれども、こういった順番にな,なりました。 でえー、と得票率、前回の連邦議会選挙、2017年でございますけれども、えー、とやはりです、ね、キリスト教民主同盟が、まあ、たくさん票を、えー、と流出させてしまったということが、これをご覧になってもよく分かるだろうと思います。で、えーとえー、暫定採終に基づく、えーとまあ、連邦議会における議席が確定をいたしまして、えー、と今度の連邦議会は、<laughs> 735議席ということですけれども、これの、えー、過半数は368ということでございますけれども、まあ、議席配分はこのような数字になったということですね。スペーで社会民主党が2206、それからキリスト教民主党名が196、それから、えー、と緑が118、それから自民党が92ということでございます。でこれがあの 1> まあ、第1党というのが、大体、えー、票というのが、えー、と個人名、それから第2票というのがあの、えー、政党名を書くんですけれども、これの第1党になったあー政党をですね、えーとちあのまあ、色でつけたものなんですけれども、これ、ご覧になって分かりますように、ドイツの大体北側半分が社会民主党が抑えて、北側半分以上ですかね。 で下の方が比較的キリスト教民衆社会同盟ですね保守が強かったということでこの青色はあのえとドイツのための選択肢ですね極右の戦闘東ドイツがベースになっているんですけれどもまあこんな形になっているということで比較的地域差もですねよく出たあの選挙結果かなというふうに思います。それで えーとまあ、社会民主党が勝ったという、まあ、結果だけ見ますとこういうことになるわけですけれどもじゃあなぜ勝ったのかということについては、まあ、いろんな見方がドイツ国内でもなされております。でえーと これ、なかなか難しいんですけれども、あのまあ、やはり社会民主党の勝利というよりも、キリスト教民主・社会同盟、それから緑の党の適質、まあ、によるところが大きかったのではないかというのが、比較的多数のです、ね、意見になってきております。で、これからご説明申し上げましたけれども、適、え、質、ー、と,というのはですね、一つはまずあの、キリスト教民主・社会同盟の、えー、と首相候補であって、 アルミン・ラシェット氏がですね、えー、と洪水、まあ、洪水が選挙のしばらく前に洪水があったわけですけども、その洪水の被災地を視察した際に、ですね、えー、と側近と談笑をして、それがあの、えー、とドイツのテレビ局にですねうつ、移るということがありまして、これがあの、えー、と不謹慎であるという批判が。まああー あの大きく出ましたでこのことがやはりかなりですねキリスト教民社会同盟の、えー、と支持率低下というのにつながったというふうなことが言われております。それから緑の党につきましてはやはり首相候補のですね、えー、とまだ若い女性なんですけれどもベアボックさんという方が 経歴の詐称あるいは著作の登用の疑惑というのが指摘をされまして、えっ、ー、と、まあ、支持率がですね、本来、えー、とこのパネルでも一度、えー、取り上げた際にですね、緑の党が第一党になっているというような、あの、世論調査の結果なんかもご紹介をさせていただいたんですけども、その後にこういった事案が指摘をされまして、支持率を、 まあ勝利したとはいえ史実、支持率を当初の見込み報道には伸びなかった一つの理由になっております。それからですね、えー、ともう一つ、まあ、これはあの、まあえー、とドイツ国内でも言う人と言わない人といるんですけども、実はですねメルケルさんの動きに着目をしますと、選挙応援をですね実はほとんどしてないんですね。それで最終盤になってえー、と、えー まあ、キリスト教民主社会同盟が非常に具合が悪いということで、最終盤にやっとこれ、えー、と選挙応援に入ったというふうな形でございまして、えー、非常にまあ難しかった、まああの、入らなかったと。で、この点については、連邦議会議長の、えー、とショイブレさんという方がいますけれども、この方がまだ選挙前にですね、えー、と我々の敗因はメルケル 首相が党首を辞任したことにあるというふうな発言が選挙前に出たりしてですね、敗北を前提にした議論が飛び出すような事態までありまして、まあ、そのこともまあメルケルさん、最後に入るというようなことになった,ったと思いますが、まあ、選挙演はほとんどされませんでした。それから、えー、とメルケル首相のですね後継者が一体全体誰なのかというところなんですけれども、もちろん えー、保守のです、ね、キリスト教民主同盟のラシェットさんが後継者ではあるんですけれども、どうも一般世論的に言いますと、ショルツさんではないかというイメージがあの一部にあったと、でこれもあの後ほどちょっとご説明、補足のご説明をいたしますけれども、したがってショルツさんはあ非常にです、ね、社会民主党の支持者だけではなくあの、キリスト教民主同盟、社会同盟の方からも票を獲得していると。 いうことでございます。で、えっ、ー、と、今回の選挙ですね。えっ、ー、と、首相候補のですね、資質に、えっ、ー、と、世論の関心が当たってですね、あまり政策面がですね、きちんと、特に国際問題についてはあまり語られなかったということが、ああ言われております。まあ、私も全くその通りだろうと思います。で。 あのこれは公共放送の方からですね、引用させていただいているわけですけれども、この写真ですね、これはあの実は手前にですね、えー、とシュタイマイヤ大統領が、えー、と洪水の被災地にです、ね、行ってですね、えーと、テレビカメラに向かって、えーと、心からお見舞い申し上げますと,、えー、という、まあ、非常にですね、えーと まあなんていうか、真摯なです、ね、表情で、えー、とスピーチをしているその後ろで,です、ねまああの、現地の首相であるラシェットさんが、まあ、こんな形であの、まあ、談笑してしまったということで、これがまあテレビに映って放映されてしまったわけですね、このことがまあ非常に大きな影響を与えたと。 でこのラシェットさんの,この下をだ真ん中で舌を出している方がそうなんですけども左側におられる方はなんとなく、えー、と笑顔ではなくてです、ね、このカメラの方を向いていらっしゃいますのでこの,この方はおそらくちょっとまずいなというふうに気づいていらした感じ可能性がございます。 それからこれもベアボックさんのを、えー、象徴する1枚なんですけれども、えー、とドイツの場合、えー、と公共放送で,です、ね、3回にわたって、えー、首相候補討論会というのがありましたで。これにもベアボックさんお出になったわけですけれども、それとは別にです、ねえーと、ここに写っている、えー、と子ども2人がです、ね、首相候補を自分たちが遊んでいるテントの中に招いて、お話をするあの、いろいろ聞く。 というそういいったた番組がございましたでこの時にベアボクさん行ってですね、えーとまあ、この子どもたちの質問に、まあ、それぞれみ皆さん丁寧に答えられていたんですけどもこの子どもたちからどういう発言が出たかというと,、えー、とベアボクさんがその、えー、と経歴をあの、えー、とち,ょちょっとあの大きく書いたから 嘘だって分かって支持が落ちちゃったのという質問がです、ね、出てしまいましてでおそらく日本の総理大臣経験者でいや候補者であればムッとなるかペチっとやってるようなところだったと思うんですけども、まあ、表情一つ変えずですねいやそうじゃなくてちょっと正確さを欠いたから直しただけなんですよというふうに話したわけなんですけどもやっぱりこのことが象徴しているようにそのことがやはり大きく響いてるい感じがいたしました。 それでこれが3枚目なんですけども、これはあのドイツ新聞情報庁から借りてきた写真ですけれども、これはあの大阪の G20 のとのサミットでございます。右側がメルケル首相で、左側がショルツ副首相兼財務大臣ですけども、やはりですねこう写っていると、ですねやっぱりよくしっかりメルケルさんを支えている財務大臣というイメージがですねまあ国内に限らず、国際的にもですね、ま、あ あの大きくあるイメージだったのではないかなというふうに思います。あのですので、まあこういったことがいろんな形でですね。メルケルさんの後継者ってどっちなんだろうというふうなところは出てしまったのかなという気がいたします。それで、えっ、ー、と。 これはあのもしですね、首相が直接選挙で選ばれたときに、誰がのぞあの望ましい首相だと思いますかという質問なんですけれども、ショルツさん、この左から2つ目ですけれども、43%、えー、とラシェットさんは16%ということで、やっぱりかなりですねえと差がある、ショルツさんの方がその意味では人気があるというふうなところでございます。 えと今回の選挙について、ですね、えーとまあ、これは直前の世論調査の結果でございますけれども、やはりですね有権者の関心は、まあ、気候変動、先ほどあの洪水があったというふうにご紹介申し上げましたけれども、やっぱり環境、気候変動、それから移民、コロナということで、これらのものがあやはり有権者のですね関心事ということになったということでございます。 でこれは表の,の流れでございますので、簡単にご説明をし,あのして、前に進んでいきたいと思いますけれども、これは社会民主党がです、ね、どこから票を獲得したのかというところなんですけれども、えーと、左側の社会民主党にです、ね、この黒からたくさん票が流れております。黒というのは、えー、とキリスト教民主、社会同盟、136票、136万票、実に流れております。 かなり獲得をしたということがよく分かりになるだろうと思います。あと、まあ、まんべんなくですねあと左派党のですリ、ね、ン・ケという上から4つ目ですけれども、ここからですね59万票を獲得したり、まああのえー、左の政党から、えー、中,中道左派の方へ票がかなり流れているということが、これを見ても分かりになるだろうと思います。でこれはあの第2党のキリスト教主民主・社会同盟保守,あの保守の政党の票なんですけれども、 これは左が黒のところなんですけれども、やはりです、ね、社会民主党の方に153万票流出させまして、緑の党には92万票、それから自由民主党、上から3つ目の自由民主党には49万、9万票流出させておりまして、やはり全般的に票をです、ね、まあ、んべんなく取られてしまったということでございます。まあ、とりわけ、社会民主党には大きく流出をさせたということでございます。 それから緑の党ですけれども、これもやはりですね、一番上の、えー、保守のキリスト教民主同盟から92万票獲得しておりまして、えー、大きくそこから票を獲得できたということで、あと上から5つ目の左派党ですね、ここから48万票を得ていますので、やはりずいぶん左のところから、やはりそこから票が移動してきているということが、これを見てもよくわかるだろうと思います。えーえーっと これはあの、まあ、自民党で、第4党の自民党でございますけれども、おとこれもあのやっぱりキリスト教民主同盟ですね、民主社会同盟の49万票の獲得というのが、やはり大きくあの、えー、今回の勝利につながっております。 それでこれが世代別に見た分析でございますけれども、これを見ていただいたらわかるように、70歳以上の方がですね、支持が高いのがですね、上から2つ、1つ目がキリスト教民主党名保守ですね、38%、それから社会民主党の35%。でえーと 左側は25歳以下の有権者でございますけれども、やはり多いのがです、ね、でミドルの党が23、それから自民党の21ということでございまして、えー、とやはりですね、世代によって随分と支持政党が変わってきておりまして、主要2政党、えー、とキリスト教民主、社会同盟、それから社会民主党というのは、比較的、えー、とまあ、あ 高齢といいますか、高齢あるいは比較的上の世代の方から支持をされ、自由民主党であるとか、ミドルの党というのは若い世代に受けているということがございます。今の各表でご説明申し上げましたように、 ざっと結論をまとめますと社民党はまんべんなくですねキリスト教民主・社会同盟それから左派党から票を得て第2党のキリスト教民主・社会同盟はまんべんなく票を流出しミドルの党は特にキリスト教民主・社会同盟から票を獲得し自民党もキリスト教民主・社会同盟から大量獲得しているという構図が今回の選挙結果から分かるだろうと思います。で この要因でございますけれども、えー、とこれはあの、まあ、あとドイツの研究者、あるいはあの、まあ、ヨーロッパの研究者を中心に出ている議論でございますけれども、 もともと、ね、これだけキリスト教民主・社会同盟が票を失った理由の一つにです、ね、内部の対立があったということが指摘されております。でこれはあのこの政党のです、ね、特質なんですけどもも元々、えー、ともとこの聖恵というキリスト教社会同盟というのはバイルン州だけを基盤にしている政党でキリスト教民主同盟、聖恵恵 ととといいいううの,とあの姉妹政党という関係でございますつまりバイエルン州以外のを活動拠点とする政、えー、デウに対してバイエルン州だけを活動拠点とする政政府キリスト教社会同盟これが姉妹政党として組んでこうあの選挙を戦うわけですけども、えー、といつも首相候補をどちらの候補を首相候補にするのかということを議論するわけですがあ、えー、とまあ 当然ですね、キリスト教社会同盟、ゼーダーさんという党首を首相候補にすべきだということが、という立場を取ったわけですけれども、えー、結果的にはですね、やはり、えー、といつものようにキリスト教、えー、と民主同盟、 えですね、の方のラシェットさんが選ばれるということがございました。で、この点については、ラシェットさんの資質については、えー、といろいろとまあ言われていたものですから、あ大丈夫なのかという指摘が随分と出ていました。しかしながら、結局ですね、まあ、選挙戦でまあ先ほどご紹介をしたような失態もあってですね、えー、と結局、やっぱり彼は首相は無理だというふうに考えた、まあ、あの、 特にセースまあキリスト教社会同盟、バイエルン州の支持者の方、それからあのキリスト教民主同盟の方のです、ね、方も支持者の方も、えー、とどうも、えー、社民党のです、ねえー、ショルツさんの方が首相にふさわしいということで票が流出したということが指摘をされております。それから2点目 ですけれども、メルケルさんの遺産というのは誰が引き継ぐのかということになるわけですけれども、先ほどご紹介をしましたように、やはりメルケル政権のですね、遺産をきちんと引き継いで、これから政権運営を行えるのは、やはり副首相兼財務省として支えたショルツさんではないかというの国内世論がですね、形成されたのではないかということでございます。また、ショルツさんというのは後ほど紹介をしますけれども、弁護士さんでいらっしゃいまして、えーとまあ 安定感もあると、まあ、非常にあの地味な方ではあるんですけれども、まあ、大変安定感もあるということでそちらに信頼を寄せたというふうなことが言われております。それから3点目、えー、とショルツメルケル首相のまあ姿勢でございますけれどもやはりさっきほどもちょっと紹介をしたようにです、ね、メルケル首相はあの例の、えー、と2015年の難民危機を契機といたしまして、えーと 自分まあ、キリスト教民主同盟の党首の座をその責任を取ってです、ね、党首の座を降りてです、ねえー、と次の選挙は出ないということを、えー、と公表してです、ね、責任を取ったわけですけれども、でもそのことがやはり現在の調今回の選挙戦の定調につながっているのではないかという批判がです、ね、ショイブレ連邦議会議長ですね、まあ、有力者ですけども、まあ、こういった方々からも飛び出しまして、またメルケスさん自身がです、ね、選挙応援に入らなかった。 ということについて、まあ、党内からまあ強い不満が出ていたということで、まあ、こういったことがです、ねえー、と不調につながったということが指摘できるのではないかと考えております。で、えーとまあ、連立の可能性としましては、あとこの、えー、ここに書いておりございます、3つのパターンが理論的には可能になるということで、1つは社会民主党、緑、それに自民党が加わるパターン。 連立2パターンとしては、えー、とキリスト教民主・社会同盟と緑の党と自民党、それから3番,3番目は連立、現在の連立の、まあ、ちょうど第一党、第二党を入れ替えただけの話ですけれども、社会民主党とキリスト教民主・社会同盟の大連立、この3つのパターンが理論的には考えられるということでございます。まあ、い,ずれの守備いずれも不守備に終わった場合には、少数系政権での発足、あるいは再選挙の可能性もございます。 でまあ、これが票、えー、数でございますけれども、1番目から、えー、とこれがいわゆる信号連立、緑、黄、赤ですね。それから2番目が、えー、とジャマイカ連立と、俗に言われているもので、えー、と保守のキリスト教民主社会同盟と、緑と自民。 ですね、で一番下があの大連立ということなんですけれども、まあ、大連立については今回、双方ともにあまり前向きではない姿勢を示しておりますが、まあ、これは政治のことですので、えー、両者が不守備になった場合には分かりません。 ということでございまして、えーと、世論はどちらに主導していただきたいかということを見てみますと、えー、とこの一番上が全般なんですけれども、やはり今回は第一党になった社会民主党が率いるべきだということで、50%、第二党のキリスト教民主・社会同盟が率いるべきだというのは29%にとどまっております。 それで次の新政権の課題に進みたいと思いますけれども、まあ、これ現在政権の枠組みもできてもおりませんので、えー、と現在言えることというのはまあ非常に限られているわけでございますけれども、えー、とこの今、連立の1のパターンがちょうど昨日から連立協議を始めておりまして、えー、とまあうまくいけばそ,そちらがすあの政権として成立するのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしましても、 ヨーロッパのです、ね、中でドイツというのはやはりあの一番の経済力を持つ国でございますし、まあ、あのメルケル首相がです、ねまあ、皆さんもご承知のようにあのヨーロッパにおけるリーダーシップというのをマクロン、フランス大統領とともに率いてきたということでございましてこのリーダーシップをいかにどう,どう引き継ぎまたあの発展させていくことができるのかというところに、まあ、関心がいくんだろうと思います。 まあの16年ぶりの男性首相ということでございますけれども、今のままでいけば第1党、第2党と,ともにですね首相候補は男性でございますので、今でもなく16年ぶりの男性首相が誕生する可能性が高いということでございます。で、また EU の枠組みで、ですねえとコロナのですね復興基金というのがございますけれども、これは最大8069億ユーロ、実に105兆円。 ですけども、まあ、非常に巨額のもの、これがあの執行開始をしておりまして、えーと、あまり政権の枠組みを作ることにですね時間がかかりすぎますと、えー、と重要な決定がなかなか進まないということで、ドイツの責任を問われる事態にもなりかねませんし、まあ、そういった差し迫った状況に今、ヨーロッパもございますし、まあ、非常に時間的な枠組みにおいてですねあの圧力がかかっているということが言えるかと思います。で えともう一つはですね、2点目に指摘しておきたいのは、メルケル氏の長い影というふうに書いておきましたけれども、メルケルさんですね、やはり16年も在任されただけあって、ですねやはりメルケルさんの影響力っていうのは随分と残ってございます。あの今、欧州委員長をされているフォンデア・ライエンさんという方は、メルケルさんの側近でございまして、えー、と家族、高齢、えーと副えー、婦人省あるいは、えー、と国防省などを、えー、メルケル内閣でも要職を連任にされた、まあ 医師の方でございますし、それからこれはあの日本の新聞ではあまり大きくは取り上げられなかったんですけども、えー、と実はメルケルさんですね自分の外交安全保障補佐官を務めていたあとヤン・ヘッカーさんというあの学者出身の方ですけれどもこの方をつい最近駐中国大使に指名をされてで着任をされて2週間の隔離期間が終わって、 といったところで、北京で客視された54歳の方ですけれども、まあ、死因は等は公表されておりませんけれども、まあ、そういうことで メルケルさんにご自身が対中政策で自分の自身の影響力を残そうとした可能性が指摘されております。まあ、そういった意味からしますと、メルケルさんはどこまで,です、ねえー、と本当に自,分自身の影響力というのを、えー、と残そうとしている、結構そういう側面があるのではないかというふうなことを感じさせる動きがあ、えー、と最近も出ております。でえー、とこれはあの後ほど 渡辺先生からもお話があるかと思いますが、ドイツのカウンターパートであるフランスのです、ね、大統領選挙が4月来年4月に予定されておりまして、このえーとまあ、そのフランスの大統領がです、ね、やっぱり新,た新たに決まった段階で、本格的にはあの次の体制が起動していくのかなというふうな感じがしております。またあの えとこのパネルでも何度か指摘をされておりましたけれども、まあ、ドイツがです、ね、首相が変わるということによって、まあ、一時的にです、ね、政治的な影響力というのはあと若干の低下。 を見る可能性はあるということでございますけれども、えー、とやはりそこでですね、まあ、これもえと伊藤先生からも話あるかもしれませんけれども、全 ECB 総裁のマリオ・ドラギさんが今、イタリアの首相を務めておられまして、まあ、この方、ユーロ危機器の収集にも実績をげてございますし、まあ、そういった意味でですねヨーロッパのパワーバランスが若干のえと、まあ、なんと言いましょうか、まあ、もちろんその 各国の経済力、政治力というのは構造的なものでございますけれども、えー、と若干のです、ねえー、と変容があるのかなというふうなことを可能性として見ております。で、えー、ともう1つ、2つ目でございますけれども、米独関係でございますけれども、バイデン政権が登場したときに、えーとまあ、トランプ政権でまあ極度に米独関係というのは実は悪化いたしましたけれども、えー、とバイデン政権の復 誕生によって期待、ね、感がヨーロッパ側で総じて大きかったわけですけれども2番目に書いておきましたようにアフガニスタンの撤退で,です、ね、事前の相談が全くないそれからアメリカとイギリスと豪州の安全保障枠組みであるいわゆるオーカスと呼ばれているものですけれどもこれの創設にあたっても全くご相談がなかったということで まあ、あの欧州の同盟国への軽視の、えー、アメリカの政策がひょっとすると続いているのかというふうな懸念が、まあ、フランスはあの特にあのオーカスの件でずいぶんとあの潜水艦の契約とかですね大きな影響を受けて、まあ、非常に厳しく批判をしておりますけれども、えー、とドイツもですねその点の、えー、懸念が生まれておりまして少し対米関係慎重になっているということでございます。 それからインド太平洋戦略でございますけれども、これ、ドイツの場合、昨年の9月にですね、インド太平洋政策指針、昨年の9月にまとめまして、このパネルでもご紹介をさせていただきました。で、その時にも話が出ましたけれども、フリゲート艦をですね、ドイツは派遣をして、 えとまあ、来月、東京に寄港いたしますけれども、まあ、すでに自衛隊あるいは関係国軍と共同演習等を実施しまして、えー、と順調に、えー、とすあのオペレーションを進めてきておりますけれども、えー、とここのパネルでも、えー、とお話をいたしました、上海への寄港はです、ね、中国側が断るということで,です、ね、決着をいたしました。まあ、そういった意味では あの、まあ、何と言いましょうか、対中関係も。少しですね、いろんな意味で変わってくる可能性はゼロではないなというふうに考えております。ただ、私自身は、あの、ドイツの対米関係、対中関係が。 急速に変わるというふうにはあまり見ておりませんけれども、えー、とそれはなぜかと言いますと、ここにも書いておりきましたように、最大の貿易相手国という関係は簡単に変わらないということでございます。これはあの昨年の、すみません、今年の9月の17日にあの連邦統計局が発表したデータでございますけれども、えーと、このようになっておりまして、やはり中国の存在感というのは非常にドイツにとって大きく、 でですね。ええー、と、まあ非常に慎重に取り扱っていくということになっていくのかなというふうに考えております。で、最後にですね。新政権の方向性について簡単にご説明させていただきます。まあ、これ、当政党の枠組みも決まっておりませんので、まあ、どの政権が発足してもということでご理解をいただきたいんです。けれどもまあ、全般にはですね。政策的。 にはですね、まあ、社会民主党とそれからミドルの党とは比較的近くてですね、これはあのシュレーダー政権の時にも連日の実績がございますので、えーとまあ、この政権の枠組みでいく場合には、ちょっと政策的に距離感がある自民党がどこまで譲れるのかというところがポイントになるでしょうし、それから第2党のですねキリスト教民主・社会同盟について、 がリードする場合には、ここと自民党は比較的政策的な距離感は近いので、問題になってくるのは緑がどこまで譲れるのかというところだろうと思います。とは、どちらが先に説得をするのかということがポイントになってくるだろうと思います。 で基本的には、対米関係についてはあの最重要の同盟関係があるということで、ニュアンスの違いはあるにせよ、まあ、この点の政策の変更というのはあの見通しにくいということでございます。で、対ロ関係、それから対中関係なんですけれどもあの、主要政党2党、社会民主党とキリスト教民主・社会同盟については、あのまあ、中国については、まあ、EU と同じ定義ですけれども、まあ、あのパートナーであると同時に、体制上のライバルであるという。 ことのを言っておりまして、警戒感をにじませてるんですけども、まあ、メルケルス政権はそれでまあ非常に緊密な関係を築きましたので、あの レトリックとそれから政策実態っていうのを慎重に見極めていく必要が日本としてはあるかなというふうに思います。それから、えー、と社会民主党とそれから自民党、あすみません、ミドルの党と自民党については、大ロ関係と対中関係については、若干、えー、厳しめの姿勢をとっておりまして、えー、とミドルの党は、えー、とまあ、 中国は欧州のライバルだということで人権侵害についても批判的なことを言っておりますしそれからロシアについてはあのロシアからの爆発パイプラインのノルドストリーム 2I というのがありますけれどもこれについては中止をした方がいいということをまあ完成しちゃってるんですけども中止した方がいいとそれから自民党についてもですねえと中国というのは国際法や国連のルールを遵守する限りにおいてパートナーであると。 でえー、とノルドスプリームズの場合については、あまあ、一時停止が望ましいということで、この小さい方の2党はいずれも対中対路厳しいものがございます。で外交あの安全保障、それから防衛につきましては、NATO 重視ということで変わっておりませんで、あのどの党もそうでございまして、それから、えー、EU 軍の創設につきましては、4党とも支持しておりまして、ただ、ミドルの党は軍事費の増加については反対をしているということでございます。 でただし、国連安保理常任理事国でフランスとの調整が必要だというふうなことを書いておきましたけれども、これはどういうことかといいますとあの、フランスはご承知のように常任理事国なんですけれども、ドイツはそうではございません。で、この点で、例えば EU 軍を創設して、安全保障上大きな役割を果たしていくと、今後ですね、ということになっていったときに、その常任理事国の座を、ですねやはりドイツとフランスで共有したい、あるいは交代で行いたい、あるいは両方が入る。 というふうなことをドイツ側としては想定をしておりまして、この点でフランス側とのです、ねまあ、駆け引き、まあつ、つまりこれが EU 軍を作っていく上でのです、ね、ドイツ側のレバレッジになっていくということだろうと思います。でえー、とこれもちょっと小さな字で申し訳ないんですけれども、財政につきましては、あの えとこれはあの先生方、多分お聞きになったことあると思いますけれども、このえとドイツの場合は債務ブレーキというのがございまして、ドイツの憲法にあたる基本法の第115条第2項というのがありまして、そこにあの明確に規定されておりまして、歳入と歳出は原則として、記載に基づく収入によることなく均衡させる。 この原則は記載に基づく収入が名目国内総生産の0.35%を超えない場合に妥当と,とするというふうにあのはっきりと規定してございまして、えー、とこれを守っていく必要がございます。でただし現在はこのコロナでですね、えー、と2020年度から事実上停止をされておりまして、えー、とあの支出に使って 基本的にはですねキリスト教民主社会同盟と自民党はこの債務ブレーキを維持することに、えー、姿勢ですねということでございまして社会民主党とそれからミドルの党が、えー、とそうではなく今このコロナの時期なので、えー、とおーそ,うそういったその債務ブレーキというのを事実上ですね、えー、と止めてですね と支出に当てるるべきであるとでその方法については社民党は富裕税の導入であるとか、えー、と他方で中低所,所得者層の減税であると、まあ、これは緑の党も同じようなあのことを主張しておりますけれどもあとまあ最低賃金を12ユーロまで引き上げようとかということが出てございまして、えー、とこの点でですね自民党はですね連立の鍵になってくる自民党は あの債務ブレーキを維持して相続税の強化や富裕税導入には反対しておりますのでこの点でどこまで譲れるのかなというのが、まあ、謎でもありますし本当に同意できるのかなということでございます。それから気候 対策についても、あのまあ、ここに書いてございます通りで、えーとまあ、非常に社民とそれから緑は政策的には方向性として、まあ、強化するということで、えー、といいんですけども、えーと、キリスト教民主同盟とそれから自民党については、やはりです、ねえー、と経,済経済へのです、ねえー、と影響を考えた少し緩やかな規制ということで、えー、と政策的には打ち出しております。です でえー、と今、有力にあのなっております、この一番最初の,です、ね、この信号連立でございますけれども、これはあの昨日です、ね、えーとまあ、日本時間の8日の、えー、今,日今日の未明ぐらいからですけれども、三党連立の協議が始まっておりまして、まあ、これが成立するとしますと、まああ 非常に、まあ、新,新 EU 政権という意味ではいいんですけれども、まあ、財政的には柔軟で経済格差是正の方向で動くだろうと、であとまあ気候対策についてもアウトバーンの、えっと、速度規制、これ130キロですけれども、の規制をかけようということでございます。 でえー、ともし、えー、保守のキリスト教民主,同盟民主社会同盟が、えー、と緑と自民と組む場合には親友、まあ e、という意味では変わらないんですけれども債務、まあ、ブレーキを維持してですね、まあ、2023年までは、えーとえー、外すことは決まっておりますので2024年以降速やかに債務ブレーキを再び導入するという方向で進む可能性が あるというこ,とでございますでこれについてはやはり政策的に距離感のある、まあ、緑が鍵になっていくだろうということでございましてポイントはです、ねまあ、要するに各党とも支持者それから党内世論がございますのでこの,その支持者党内世論が受け入れ可能なです、ね、レベルにその政策合意を持ち込めるかどうかという、まあ、まさにあのパトナムも言っているトゥーレベルゲームが当てはまるのではないかなと思って見ております。 えっと簡単に最後にですね、首相候補の方をご紹介をしておきますけれども、ショルツさんというのは、先ほどご紹介しましたように、弁護士の方でございまして、ハンブルクの出身で、非党首、党首ではございません。という意味では、少し前のですね、ヘルムート・シュミットさんと似たような記経歴だということでございます。 で、えーと、これですね、えーと、左がヘルメット・シュミットさん。で、直近の社民党の首相としてはシュレーダーさんということでございます。それから、えー、とラシェットさんは、ちょっと首相になる可能性が現時点では低くなりましたけれども、ミュンヘン大学、ボン大学で学ばれて、えー、と実はあの、バイルン放送に就職をされて、あの同放送のボン通信員を。 務められていたわけですので,本来ですの本来テレビのことには慣れていらっしゃる方だということなんですけども先ほどのようなテレビカメラに映っているというところで失態するというのも何だか皮肉な感じがいたします。ということで,です、ね、現在はショルツさんのが最有力だということでございまして。 えっとこれで私の方のあのとりあえずのですね冒頭の報告は以上とさせていただきたいというふうに思います。あのご清聴いただきましてありがとうございました。はいどうもありがとうございました。あの、えー、ドイツの今回の選挙についてその背景それからまだあの政権の行き方がはっきりしませんけれども、えー、その可能性について、えー、国内の政策それから対外的な 方向性についても含めて相場的に総,合総合的にお話しいただきましたどうもありがとうございましたディスカッションの,あの基本的なあの合意事項といいますか確認事項をご提示いただいたかと思いますまた問題、えー、提起も、えー、なされていたと思います、えー、それではあのお三方に今日はコメンテーターをお願いいたしたいと思いますあのプログラムの順番でいきますと ごい先生、三好先生、富永先生ということになります。ご、え、い、ー、先生、共同通信の編集委員をお務めになっております、えー。イタリアの方にいらしたこともございますし、ヨーロッパのことを詳しい方でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と中村先生ありがとうございました。あの非常に全体像がわかるお話で、あの勉強にさせていただきました。 あのまあ、16年ぶりの男性首相ということでええ非常に日本としては羨ましい話16年も女性がやったということで羨ましい話だなというふうに改めて思いましたそれでですねあの3点ばかり質問させていただきたいんですがあのさっき若干あの触れられていらっしゃいましたけれどもあのメルケル政権後 のですね他の欧州諸国の欧州の主要国との関係についてお伺いしたいんですがあのご存皆さんご存知のようにまあ、メルケルさんはあの特にフランスのマクロンさんと一緒に二人三脚でヨーロッパを動かしてきたわけなんですけれどもああのまあ、来年の4月にフランスの大統領選はあるんですがまあ今後ですねその特にフランスえドイツのパワーバランス どういうふうに変わっていくというふうに見てらっしゃるのか、あのここにイタリアを含めてもいいかと思います。えー、先ほどあのご指摘ありましたように、まあ、ドラギさんという非常に存在感のあるあの前インシビ総裁の方があの首相ですので、まあ、ドイツ、えー、イタリア、フランスのパワーバランス、具体的にどういうふうになっていくのか、ご覧になっていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。 まあ、あの首脳間のケミストリーというのは非常に大事だと思うのでそこら辺も影響してくると思うのでそこら辺もお聞きできたらなと、まあ、首相が誰になるか分からないのでまだ難しいかと思いますがそれが第一点です。二点目はです、ね、あの先ほどグラフで見せていただいたようにあのグリーンとあの自由民主党に若者の票があのすごくたくさん行ってましたので改めて えー、びっくりしたんですがあの気候変動に若者がのは政策に期待してるっていうのがよく分かるんですがそれ以外にやっぱりデジタル化とかそういうことも、えー、やメルケル政権のもとではあんまり進まなかったっていう批判票が。 あるんでしょうか、えー、ですからあの言い方を変えればですね、まあ、メルケルさんっていうのはその数々の危機を乗り越えてきた、まあ、すごい素晴らしい政治家なんですけれどもメルケルさんがやり残した課題、まあ、負の遺産とまでは言いませんがやり残した課題があのどういうところにあるというでそこら辺に若者の批判票があのグリーンや えー、自民党に行ったっていうふうに見てらっしゃるのかそこら辺をまず2点目としてお聞きしたいと思います。で3点目なんですがあの極右極左の体調というふうにおっしゃいましたがまあ,あの皆さんご存知のようにあの前あの,の,あのメルケルさんの難民政策のせいで極右が慎重したわけなんですが今回体調したというのはそのドイツ社会で あの難民に対する目というものがんかその後メルケルさんの政策によって変わってきたのかそこら辺の事情なんか社会の変化みたいなものがあるのかどうかそれともなんか別の要因があるのかどうかそこら辺もあのお聞かせいただけたらというふうに思います。ととりりああえず以上ですすすよろししくお願いいいままはどううもがござ欧州の 全体の。あに関する質問からまあ、本当にあの局の興味深いポピュリズムの問題にまで触れていただきました。それでは、あの次はあの、えー、三好、えー、読売新聞、えー、編集委員にお願いしたいと思います。あの、ドイツについての本をたくさんお書きになられております。けれども、あのこの欧州政策パネルについても。 あのよく参加してご意見言っていただいたりしております。よろしくお願いいたします。えっとあの私もあのまあ一応あの、えー、ドイツのことやってるんであのまあその選挙はできるだけこう落ち落ちしたんですけどもこれやっぱり選挙戦でまあ私が一つあの特徴的だなと思ったのは。 えとまあ、非常にこう、あの支持があの、まあ、世論調査ですけども、その乱高下したということが、あの非常に大きな特,徴特色だったかなと、まあ、私は2009年と、まあ、その前の1998年の,あの選挙、あの総選挙について、あの現地で取材する機会があったんですけども、まあ、もちろんその時は、ここまで極端なことはなかった、えー、と思います。 あのまあ、3月までですね、政治部整数が30%台の支持を確保してたんですが、えーまあ、先ほど中村先生がおっしゃったように、あのベアボックが緑の党の党首になあの、首相候補になって、えーまあ、一時期あの、一番支持を集めると、まあ、20%台の支持を集めると。ラシェッットとベアボックが あのまあ、スキャンダルで、まあ、失墜すると、えーまあ、ショルツが率いる SPD が、えー、なんていうか、あ,るあれよ、あるよという間に、まあ、しかもこれあの、支持が上向いたのは8月の終わりぐらいからと思うんですよね、かわずか1ヶ月ぐらい、1ヶ月足らずで、なんと第1党に躍り出ちゃうという、まあ、こういうまあ乱高下、えー、としか言いようがない。あの 支持率の変動を見せたということで、まあ、やっぱりこれあ,の、まあドイツ社会のやっぱり変化あを物語ってるんだろうというのは、まあ、これは、まあ、あの別にあのドイツだけじゃなくてあの先進国共通の、まああのー、よく言われるように例えばドイツの場合はあの、えー う政数は、教会、カトリック、カトリックを中心とした教会という非常に強い支持母体があって、スペーデの場合は、ローソという、そういう、あの、なんていうんでしょうかね、社会の中間組織というのか、そういうものが解体してですね、人々が個人化する、あアトム化するという、そういった社会状況、社会構造の変化ということがやっぱり大きく関係しているんだろうなと。これ、まあ、先進国に共通した。 えーえーまあ、まあある意味じゃ必然的な、あのー、社会の傾向で、まあ、あのヨーロッパについてはあの特に比例代表制を取ってるあの大陸諸国は、まあ、お調べて、えー、こういう傾向で、まあ、ドイツの方がむしろこういった傾向に遅れてやってきたと、まああのーえーまあ他の国はもっとあの多党化が進んでいて、まあ、あのオランダ化というような言葉も最近出てるようですけども。えー、そういうい ことをまず、私は非常に印象深く見ていました。で、まあ、しかも、その、あの、党を選ぶ基準っていうのはですね、あの、政策ではなくて、まあ、まさに個人、政治家個人、このひ、えー、筆頭候補、首相候補の、まさに個人的なスキャンダルとか、まあ、逆に、あるいは、その、小説に対する信頼、信頼感とか、失望、あまあ、逆に、その、ラシェット、ベアボクに対する失望感、え、それが、まあ、直接、その、政党支持に跳ね返るとまあ、そういう。 ことが起きて,いてまあこれがあ,のある種こうポピュリズム的なあの、まあ、そういうカリスマ的な指導者が、まあ、そのまあドイツの場合はこのショルツっていうのは非常に地味な人で、まあ、かつメルケルもそういうタイプの人でしたからなんかそのカリスマ的っていう印象はあまりないんですけどもまあその将来的にこうカリスマ的な指導者があらあら現れて、えーまあ、世論の支持をこう一挙にさらってしまうというような、まあ、そういった何か あのちょっと民主主義の危機といったちょっと大げさですけどもそういったものが若干、兆しているような気が私はするんですけども、まあ、ここから先質問なんですけど中村先生、まあ、そんなその今、ドイツ社会の状況をどう見ていらっしゃるかなという、えー、ことをちょっと一つ質問したいなと思います。えー、っとそれれとももう一つあの、まあ、これからのその新政権の、えー、まあ方向性ですけどもあの まあまだあのもちろん最終結果は出てないんですけれども、まああの、アンペルコアリチオンあのまン、あ、信号連立、えーまあ、SPD が主導ということにはおそらくなりそうです。で、まあ、あの緑と FDP が入るということなんですけれども、うんまああのまあ、もちろんいろんな視点でも、もちろんヨーロッパ政策どうなるとか、対米政策とかあるんですが、わ、まあ、我々にとってはやっぱりその対アジア政策、まあ、特にそのメルケル政権 で始まったアアジア安保への関与、まあ、これがどうなるのかなというのが、えーまあ、関心持たれるところだと思うんですけども、まあ、私自身は多分そのやっぱり SPD グリューネが入ったことによって、えー、アジアへの関与、まあ、特にその安全保障面での関与はあんまり積極的でなくなるだろうなと、えー、あんまりやらないだろうなと。えー、もうあのバイルン あのえー、フリゲート艦バイオリンを送ったのがもうこれが最後でまあとんもこんなことしないだろうなという感じがしてますまあそれはまあもちろんいろんな背景があってまああのこの前ファ,ファイナンシャル・タイムズにあのえー、っと IISS ですかなんかその研究員の,あのバスティアン・えー、ギア・ゲリヒっていう人があの結構面白いあの記事を、まあ、寄稿してましたけども、まあ、やっぱりその まあ、特にやっぱりメルケル政権になってからと思いますけどそのそのドイツの外交っていうのはその軍事とかあの力のバランスとかそういうあの、まあ、要素っていうか、えー、ファクターをなんかもう全然顧みなくなっちゃったということがあるというふうに指摘してるんですけどもあのその点でいうとあのやっぱりあの今のアジアの安全保障状況っていうのは、まあ、やっぱり中国に対してどう、まあ、軍事力、まあ、協力して軍事力を 軍事力であの中国の慎重を抑止するかというところに、まあ、課題がもう移ってるんでそういうところでドイツがあのいくらその多国間主義だの、えーまああ意味ちょっとこう我々の目から見ると寝ぼけたようなことを言ってあの関与を されてもですね、逆にあの関与しようがないだろうっていうか。あの、ちょっと、逆に迷惑だなっていう感じも <laughs> し、しなくはなくて。やっぱり、その辺は、その、やっぱり、ヨーロッパのアジア安保に対する関与も、その。イギリス、まあ、あれはひょっと、するとフランス。まあ、そして、ど、まあイギリス、イギリスとフランスと。えー、ドイツ。というのは。やっぱり、分けて考えなくちゃいけないんじゃないかと。いう気が、私はしてます、しあ、一まあ、これ、この前も、ちょっと、なんか。この、こ、このパレルの席で、言ったような気がするんですけど。まあ、あの。 私はそういった目で見てるんですけども、高村先生いかがお考えでしょうか。え以上です。はい、どうもありがとうございました。えー、これまたあの国際政治に関係する多岐にわたる問題だったと思い、多岐にわたる問題だったと思います。 またあの、現代の政党政治のあり方、あるいは先進国での選挙のあり方についての問題提起もされていたように思います。えっと、それでは3番目、留田先生にお願いしたいと思います。えー、日経の日本経済新聞の、えー、編集員をお,お務めになった後今あ今、日本経済研究センターの研究主幹をお務めになっております。どうぞよろしくお願いいたしします、はいえー、とよろしくお願いします。 えっとですね、あの、ちょっと考えを、えー、っと、あ、画面共有で、ちょっとメモを出させていただければと。これで、これで、えっと、見えてますでしょうか、大丈夫ですかあ、聞こえてますか大丈夫です。大丈夫です。見えてます。はい、聞こえてます。はい、すいません。えっと、えっとですね、あの、 私のまあちょっと大胆な仮説というか,です、ねえーかん、考えたことをです、ねえー、ちょっと説明させていただいて、まあ、それに対して先生のコメントをいただけたと思うんですけれども、えー、ドイツ政治のパラドクスとまあ随分大きく出ましたけれども、あのそのちょっと今のドイツの構造的な政治状況というものを私なりにちょっと考えていね、えー、っと。アメリカとの 違いっていうのがものすごく際立ってきてるんじゃないかなと。まあ、両方とも二大政党制とい、えー、言いながらですね、アメリカは当然民主党共和党の分断が大きくて、で、えー、大連立なんてことは考えられ、えー、ありえないし、そのじゃトランプの後継者を名乗る政治家が民主党で有力になるということも考えられない。ドイツではですね、そこがなんかこう、修練というかですね、一体になっちゃって、その二大政党がですね、合わせて、まあ、 例えば日本で言えば自民党みたいなですね大きな塊の支持基盤を、えーまあ、2つで分け持っているという状況になっているのではないかなと。まあ、ちょうど自民党,総裁選あの,党の総裁選挙がありましたけども、まあ、4人候補が出てきて、ですねドイツも4つの政党が主に争っていて、なんかまあちょっとこう比べてみると面白いなと思ってたんですけども、でえー、でその今日のポイントですね。えー、実は、まあ だから大連立っていうのがドイツの一番安定ということで言えば最善なのかもしれないと。しかし、それは目足元は安定するけども、まあ、それが引いたら不安定なことをもたれてしまったのが今の現状だし、この先もそうなのかなという問題意識です。で、えっと、その一つはですね、えっとまあ、これはほとんどう言うまでもないことですけども、その 大中道の大政党、二大政党の知人基盤が細ってきましたと、それでメルケル流の政権安定策として、ですね、えーまあ、左にも寄ったリベラル寄りの政策も導入して、ですね、まあ、政策が終練というべきか、あるいは終練しないまま共存してたかもしれませんけども、まあ、2つの政党の差異がずれてしまったんですね。で、その結果、その緑とか、えー、自,自民党、中堅政党に票が流れるというのが出てきて。 そうすると結局、えー、自分たちの基盤が侵食されるという、まあ、ジレンマあでもあるとで。そこで SPD はですね、まあ、メルケル時代の大連立に広い不満を強めていてで、えー、前回の2017年の選挙の時にもですね、一旦大,大連立を断り言ったけども、まあ、メルケルが、えーえー、CDU、主導の政権、連立政権を作れなくてですね、結局大連立に戻ってしまったわけですけども、 そこで PD は、ですね社民党は自分たちが埋没するということを嫌って、ですねそれで、えーまあ、ずっと何度も試みてきたで今回は、えー、ついにですね大統領になったので、えー、中堅政党と組んで、連立政権を充実したいと。しかし、そうすると今度はですね、えー、当然、左右両翼に広がっウイングが広がった政党と組むことになるので、政策調整は難しくなってきます。 もともとですね、まあ、大連立不満だったけども、スピーディーは、軒を貸して、でまあ、ここに来て、その、たもとを分かすんじゃなくて、まあ、メルケルの継承という形でですね、CDU の基盤を、えー、持ってっちゃうと、母、ま、屋、あ、を乗っ取る、そういう戦術に急,急転換してですね、それがうまくいったということ、まあ、これも意味するのは結局ですね、2つの政党が二人、2つ合わさって、 え非常に大きな安定した基盤を構成しているということのなのではないかということです。で、もう一つはですね、まあ、これもあの三好さんや中村先生もいろいろおっしゃってたように、ですね、えー、リーダーによりけ意ですと。で、政策とか政党よりも、ですね誰がメルケルの後継者にふさわしいかということになった。まあ、そこに目をつけたショルツ氏がまんまと成功したわけですけども。 まあ、ということは逆に言うと、さっきの三好さんがカリスマ的リーダーが出てくると危ないとおっしゃってたように、ですね、えー、ショルツが主犯の政権ができても、ショルツ氏が何か失策を行ったりです、ね、スキャンダルができたりすると、たちまち SPD 自体もです、ねえー、支持率が急低下して、で潜在的にそれが CDU に戻るというようなことも始まる。ということでえー 結局、大連立による安定化ということで政策を修正させた、共存させたしたことがまあ起きたことはですね左右の両翼の部分が侵食されて弱体化してしまったと。で、勢いトップの人気に依存が高まってでしまったと。しかし、じゃあこれをですね今回のように左右の両翼に伸びる中堅制度2等を取り込んで連立すると。 そうすると安定するかというと、決してそうではない、解にならないんじゃないかということですね。で、3つ目がですね、そもそもメルケル路線の継承というのは何ぞやという問題で、えー、メルケルは非常に日本では評価高いですけれども、まあ、ヨーロッパや海外の評価を見るとです、ね、現実主義者であって、そんなに哲学、ドクトリン、メルケルドクトリンみたいなものはいないんじゃないかと、政治的嗅覚には優れてた。それから、まあ、両式、ヨーロッパのある種の ね、価値観、良識というのは根、ま、っ、あね、このところでは持っている。だけど、まあ、現実的な政策判断、実際の政策判断ではです、ね、まあ、非常にそのドイツの国益とかですね、えー、ものに対して、あるいは世論の風,風向きを巧みに読んで、えー、対,応対処してた節が見受けられるということで、まあ、じゃあ、ノルドストリーム2というのは、メルケルもです、ねえー、まあやると、でまあ、ロシアに対して、 喧嘩しないというスタンスでしたけども、それをどうやって継承していくのか、それからまあさっきした話があったようにです、ね、税財政政策、これもその自由民主党とかです、ね、緑とか全く違うポリシーのところが出てきて、どうしていくのかというところ。ただ、全体としてはです、ね、ドイツの,その国民の声ということでいうと、今回投票結果を見ると、リベラル色がじわっじわと強くなっていく方向に、 まあ向かかっていくのの自然なのかとは思いますしかし個別の政策イシューでいうと対中政策、アジア政策も含めてですね、メルケル路線っていうのがあまりはっきりしたものがないとすると、その継承ということになった場合に、あのこれでいきますよって言ってみんながついてくるものがないんじゃないかというところです、ね。で、最後にですね、じゃあ EU はどうかというところで、まあ、あおそらくその小ョさんも強いリーダーに。 なるな難しいと,いうことで、えー、じゃあまあフランスも来年の選挙次第で不安なんですけれども欧州委員会というですね、えー、政策集団も含めてそれからまあイタリアですとかそういうところの有,の有力なリーダー,あーが集まっていろいろまあやっていくとなかなかあの、まあ、そんな簡単じゃない,ないからそういうふうにそれもまた美しく。 絵に描いてはいかないと思うんですけども、えー、裏返すと、えー、まあそういう時代にならざるを得なくなるなんのかもしれないなというふうに感じています。えー、この辺はいかがでしょうか。ということで、以上でたちの、えー、コメントをもらしていただきます。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。あのなかなかあの、えー、洞察に優れたと言いますか。 比較とそれから大連立そのものを問うご質問でありました。私自身もあの、もし出なかったら、えー、司会者ですけど、えー、質問させていただこうかなと思ったのは、あの、メルケルについての評メルケルの,の政策についての評価でございました。島のドイツの方なんかに聞きますと、まあ、まあ日本流に よく言う言葉で言えば調整型と言いますか後出しじゃんけんみたいなところがあるという,ようなこともよく聞いておりましたのでそのリーダーシップの在り方それから政策イニシアチブの在り方について、まあ、先ほどからのメルケルの継承ということがどういう意味なのかなということも私もちょっとあの聞いたお聞きしたいなと思っていたところでございます。まあ、いずれにしてもあの後半なあの視点からの いろんな質問それからご意見出たと思いますあの今日はもういろんな方、こう出席者を見,見させていただきますとヨーロッパの専門家もずいぶん入っていらっしゃいますので、えー、皆さんのご意見を聞くという形で討議していただくという形で進めたいと思いますけれどもとり,あえずとりあえず今の段階で中村先生の方からあのコメンテーターの方のご質問等についてあのご回答いただければと思いますよろししくお願いします。 渡辺先生、これ何分ぐらい、3分ぐらいですか、これ、回答。あ渡辺先生ミュートになっ、てます渡辺先生、ミュートになってます。あ,すあの えー、いろんな後半にわたる質問等出ましたので、まあ、一応3分メどですけれども多少超えても構いません、はい、ないと思いますあのただ10分とかそういうのは足、い、に、はい、してもらって、まあ、あとあの皆さんにあの議論があのできるような形でご回答いただければと思います、はい、よろし、はい分かりましたえー、と五井先生それから三輪先生それから利根達先生えー、と,、えー、とコメントをありがとうございました あのちょ私のできる範囲でお答えをしたいと思いますけれども、まず、えーと、合意先生からいただいた主要国のパワーバランスがどうなるのかという点については、まあ、私自身も先ほどの、えー、と報告でも少しお話をしましたように、まあ、ドイツの政権が、まあのまあ、なんていいますか、いつ発足、どれぐらい時間かかって発足するのかと、まあ、一応、えーと、年内に発足するということで頑張っているということでございますけれども、 えーといずれにしても新しい方がなりますので、えー、やはりその、えー、とフランス、それから、えー、とドラギー首相、まあ、こういった方々の、えーまあ、なんと言いましょうか、まあヨーロッパの、ヨーロッパ政治の中で大きな役割を果たした実績の終わりの方々でございますので、まあ、こういった方々の、えー、と影響力というのが、あのちょっと、 出ててくるのかなというふうふに考えておりますですからパワーバランスが変わるということについては私自身もそうだろうなというふうに考えております。それから2点目にいただきましたメルケル首相のやり残した課題ということでございますけれどもこれは最後に。 えと渡辺先生からもいただいたメル,ケルメルケル首相の政策的な評価ということともつながるんですけども、まあ、メルケル首相はえっ、ー、と 基本的にはまあ非常にこう自分が最初に打ち出した政策を修正することにやぶさかでないというタイプの方でやっぱり世論の支持をですねえと見極めて政策を修正し,てしたり判断していくというタイプのことをされてきたというあの実績がございますので。 えと例えば、まあ、手つかずの部分で言えば確かにあの各欧州内でも指摘されておりますあのデジタル化の遅れとかですね特にスピードなんかについてはかなり遅れているということでございますので、まあ、それに対するです、ね、あの批判というのがやっぱり、えー、と自,自民党には向かったのかなという感じがしております。またあの緑の党にについいいては気候変動ととうことであの最近は若いあの本当にこう優秀な えのエリートの方がミドルの党を支持するという動きがですね比較的顕著データなんかで見てると顕著ですので、まあ、こういったことがあるのかなというふうに思います。それから、えー、と3点目のっ、えーと,えー、と,極と極差の体調というふうなことについて、えーとまあ、どういうふうに見ているのかということだということだと思いますけれども。あの 三芳先生からもいただいたドイツ社会の変化というのをどう見ているのかということとも関連をすると思うんですけれどもあの、まあ、あの2015年の難民危機がですね、えーとまあ、状況落ち着いてドイツがまあトルコに協力を仰いで,ですね難民があの欧州側に渡ってこないように、えーまあ、話し合い話の結果をつけたということで。まあえーと 比較的動きがあの落ち着いたということはもちろん、えー、国民の意識の中にあるだろうと思いますし、まあ、それに伴って、まあ、あの特にポピュリスト政党ですのでドイツのための選択肢っていうのは、まあ、例えばユーロが具合悪いということではユーロから脱退すべきだとかあの言いますしその,その後は難民問題に焦点を当てたわけですけども今回はそれがうまくあのいかなかったのかなということがあ 一時ほどてての関心を持たたれなかったというふうふに考えておりますそれから、えー、と三尾先生からだいたドイツ社会の変化というのはこれはあのドイツの選挙が終わる前,前と後にですね、まあ、あの連邦議会に出馬をされたの政治家であるとか、えー、とドイツの研究者、まあ、学会の関係でドイツの研究者の方と議論をさせていただく機会がありましたけれども先ほどあの ルール、えー、ご指摘があったように、やっぱりあの今まででしたらそのあ、さっき三好先生がおっしゃってたんですかね、えー、とキリスト教民衆社会同盟にしても、やっぱりです、ね、これまでは党を支持してくれてた人たちが、どうも、えーとまあ、党首相候補、まあ、今回の場合ですとラシェットさんで、これによってそこが失敗すると、自分にも投票してくれないというふうなことが起きたと。 いいいうふうに考えているということこで、えー、とやはりですね首相候補に随分とスポットが立ってで今までのようなですね、えー、と政策の、えーまあ、実際にその、えー、と高級しあの週刊新聞であるサイトなんかもはっきりと書いてますけども、えー、と全く外国がなかったようなものだと。 外交政策国際問題について議論がなされなかったということで、まあ、そういったことって比較的珍しかったと思いますけれども、まあ、そういったこともあって、ですね、えー、とやっぱり随分と今回は首相候補のです、ね、失態とか、ですねそういったことにどうも関心が集中してしまった嫌いがあるということが私も感じております。それからともう一つ、えーまあ、ですからそういった意味では、三好先生のご懸念というのは私も同意でございます。それからあの インド太平洋の関係で英仏とそれから毒っていうのは違うんじゃないかということのご指摘ですけどもそれはそれは全くその通りでこれは私自身もあのえと国際安全保障という学会誌の方の論文でも書かせていただいたんですけどもあのそもそものステージが違うしそれから目的が違うのではないかという感じがしておりますでえとあのこれはあのドイツの研究者の方と,えと選挙後にえ議論させていただいて 機会があったんですけども、えーとまあ、フリゲート艦のバイエルンがこちらに来てますけどもやっぱり現在の政権よりもまあ,あまあなんていうかこう政治的には非常に動きにくい、まあ、だから、えー、とインド太平洋にですね、えー、の政策関与というのは弱まっていく、まあ、特にあの公式で確認されているところではあの社会民主党の,あの院内総務のえーっと方がおられるんですけども、まあ、かあのこの方なんかはかなりやっぱりその フリゲート艦の派遣については、いやのそもそも慎重でしたし、まあこういう、この方が座りましたから、えーと、やはり慎重になるというのは、私も三好先生のご指摘のとおりだろうなというふうに思います。それからあの、利根立先生からもいただきました、まあ、非常に多岐にわたるご,質あのご指摘ですけれども、えー、と 私に対するご質問としては、まあ、メルケルさんの継承といいますか、それから全体にリブラックショックが強くなるのかということでございますけれども、これはです、ね、なかなか判断が難しくて、このもし新号連立でいった場合に、どういう政策合意ができるのかにかかってくるのではないかと、ただ普通に真面目に考えますと、えー、と例えば緑と自民党はかなり逆の方向を向いている。 わけでですので、えー、それでいて特に自民党のリントナーさんという方は党首は自分は財務大臣 の座が欲しいということを明確におっしゃってますので、もし財務大臣に行った場合には、特に税制の関係では自民党の影響力が強く出てくることになってきますと、えー、と社民党やミドルとは相入れないということになってきますし、まあ、どこでどう落ち着けるのかというのは、私には今、ちょっとまだ、えー、となかなか分からないということがございます。ただ、えー、と2013年にです、ねこれえー、と聞き取り調査で入ったときにです、ね、自,まあ、自民党はそのときに議席を失っ でですねまあ、失意の中にあったんですけどもその時にですね我々の,あの、えー、と政権復帰、まあ、要するに、えー、は 2008年をを目指しててるんだってことをまあ聞き取りで教えていただきましたですから、普通ですと2017年の選挙で,です、ね、復帰目指すんだってことをまあおっしゃると思うんですけども、えー、いや現実的には政治ってのはそんなにあのとにかくきちんと勉強して、えー、政権に入らないといけないということなので、やっぱり8年ぐらいかかるということで、2021年、つまり今回の選挙では、やはり選挙権 医療を現実に考えているのかなというのが、私も、ええー、としております。それから、メルセッケル政権の継承という、あの、いうのはどういうことなのかということでございますけれども。これ、渡辺先生もおっしゃってた通り、まあ、あの。 政権の安定ということになってきますとやはり世論調査ということに影響になっていくということでメルケルさんもそれほどその先ほど、まあ、いろいろとお話が出ましたように例えばあのい、まあ、よくドイツのメディアで出てくる表現としては最もっと社会民主主義的なあの首相という、まあ、皮肉を込めて言われるわけですけどもつまり社民党にそあの寄り添って でやってきた首相とということなんですけれどもやはりですね、その自分の与えられた政治的環境の中で、えー、と自分の政治的な信条にを強く打ち出すのではなく、やはり与え自分のできる範囲の中で政策を,運,営を運用していこうと、その意味では妥協に全然、えーとえー、こだわらないというふうなことで、調整型というのはまさにその通りでございますし、それからただかなりあのやっぱり、 ピアリストなのかなと思いますのは先ほどちょっとご紹介をしましたけれども自らの側近をですね対中政策をの最前線である中国大使にこのまさに退任するという時にですね送り込むというのを見ますといや全然その えーとまだまだやる気なんだなと政治的協力を残そうとしているんだなというふうに感じておりまして、対中政策が私もあまり変わらないのではないかと見るのは、まあそういった部分もございます。あの私の方からのえのえーと追加はあのご回答は以上の通りでございます。どうもありがとうございました。あの長々な話をまとめるのは大変だったと思いますけども、さてあの皆さんあのパネリストの方々からまず。 あのご意見ございませんでしょうか。えっと質問あのそのそれ以外の方々もあの Q&A やチャットで、えー、言っていただくあるいはあ伊藤先生はいじゃあお願いしますはいあのあ聞こえますでしょうか。 大丈夫でしょうか？はい、あの中村先生、本日は本当にあの包括的にですね。あの整理していただきまして、あの改めてあのドイツの政治情勢について、あの非常に詳しく、あの理解を深めることができました。ありがとうございました。あの 先生はあの取り上げられた論点の中での,あの世代間の支持の違いというのは非常に興味深くてですねあの若い世代25歳以下だとあの緑と自由が、ま、足して44%であの大臨術は25%に満たないということで、まあ、あの物心ついてからメルケル政権しか知らない人たちにとっては、まあ、あの非常にこう 不満があったんだなというようなことも、まあ、一部でこう感じてですねあの今あのコメントされていたその環境とかデジタル化とか、まあ、そういう部分であとまあおそらくプロビジネスな環境づくりということもそうかと思うんですけれどあのそういう批判のところというのの受け皿に、まあ、まだまさに緑と自由がなったのだなと思ってあのそういう意味ではあのこの傾向というかですねあの時間の経過とともに、まあ、緑自由などの、まあ 勢いいが増していくととううようなこもう一つですねあの非常にちょっと印象深かった論点というのは今もあのまさにおっしゃられていたところなんですがあのメルケル首相が影響力をこう残そうとしているこうリアリスト的な側面があるという中であの私自身実はあの可能性を否定していたんですけれどあの もしかして、欧州の政治にメルケル首相が復帰されるというようなことがありえるのかどうかということで、あのヨーロッパのほうにです、ね、EU の方に何かあの重要な役割でつかれるというような可能性があるのかどうかということについて、あの中村先生のご意見、お聞かせいただければと思いますはい、えー、いかがでございましょう、う一つ今あの、チャットの方で、中村先生、見られるかな えっと、浜久美子先生の方から一つ入ってまして、えー、これ全員パネあのフロアの方には見られるんですかね。あの見ま,すかまあないです。パネリスタは見られるんですよね。見られます。はい。あの三点あのに一あのベルケルの政策というのは新中国アジア、それから二番目として新移民難民であったと。 でこれが16年の長期政権を持続させたと、そして第3点目としてデジタル化、あるいは 5G など、これも新中,国との新中国政策と結びついていたはずであると、このように考えると、この3つの点がメルケル以降、縮小していくのか、それからその延長であるドイツの発展、リーダーシップ、どうなっていくのかというふうな質問です。 まあさっきコメンテーターの中からあった質問とも重なっておりますけれども、また伊藤沙ゆ理先生の,あのメルケルの欧州での影響力ですか、とも重なっているかもしれの可能性についての質問とも重なっています他にパネリストの方、ございますでしょうかそれじゃあとりあえず、今の,あの伊藤先生と羽生先生の質問ないし、ご意見について、中村先生、いかが。 思われますか、ね。あ、伊藤先生、あのありがとうございました。あのえっ、ー、と伊藤先生からのご質問については一つがそのやっぱり緑と自民に対する支持、若者の支持というのを、まあ、どう捉えるのかということだと思うんですけども、あのえっ、ー、とまあ緑についてはえっ、ー、と基本的にはこのとあのまあ若者のまあ特にあの。 支持っていうのは、あの、気候変動の問題を中心として、まあ、非常にずっと支持が着実に上がってきておりましたので、あの、そういった意味では、あの、ある程度私もして想定してたと言いますか、多分伊藤先生もそうだと思うんですけども、緑がここまで、緑じゃない、自民党がこれここまで伸びるっていうのは、私もちょっと少し意外だったんですけれども。 これはですね、あの今、伊藤先生がおっしゃったように、プロビジネスの環境づくりという点とちょっと関連してるんではないかと思います。で、あの私がその8年前に、ちょうどまあ、彼らが実績を失って、いやあの、お客さんで来るのは日本の研究者ぐらいのもんだっていうふうにあの歓迎されてですね、えー、と長時間話を伺えたんですけども、あのやっぱりですね、えーと、デジタルに対する問題意識っていうのは、 あのかなり強くてですね自民党の場合特に現在のリントナーさんというのは実はそ,そういった意味での会社をご自身で経営された方なんですよねなんか潰れちゃったって話があるんですけども、まあ、いずれにしてもそういう話で問題意識としては非常に持っておられましてあのヨーロッパの中でもその点で、えー、と出遅れているのではないかという。あの とところが問題でやはりですね、えー、と自民党の場合はかなりですね自分たちが連邦議会からあの議席を一時失うところまでいきましたのでどこの政策マーケットに訴えれば自分たちが政治的なその,あのまたあの昔のようにですね18年間現社 外務大臣があと政治のキープレーヤーとして活動されたようなそういった政治的影響力を担保できるのかということについて、まあ、かなり慎重にですね分析をされておりましたのでその成果がやっぱり着実にきてきているのかなというふうに思いますそういった意味では彼らの場合は支持者との関係を非常に今大事に考えておりますのであの先ほどもちょっとニュアンスとして申し上げましたけれども前回実は自民党は連立協議に参加して席を立っているわけですよね。 の潰しちゃってますからそれで3来年その翌年の3月まで連立協議は続きましたのであの私自身がなかなかその、えー、あまりドイツのメディアほど楽観的になれないのはあの彼らはその辺で慎重なんですよねそれでただ要するに8年かけて政権入りを狙うんだっていう意味では今回その通りですのであのその意味では あの本気で狙ってくるだろうと思いますが自分たちの政策が受け入れられないってことになった時に果たしてどういう立場を取るのかというのはあのちょっとやっぱりかなり考えるんだろうなというふうに思います。それですねあともう一つあのメルケルさんの影響力ってことなんですけどもこれはあのドイツの中ではそういったことは言われておりませんしあの私自身も考えにくいとは思うんですけれどもいろんな意味でですね例えば フォンデア・ライアンさんっていうのは本当に彼女と政治的な関係は密接で,で、えー、っと中国にはあの本当に自分の右腕と呼ばれるようなが研究者出身の方を対処して送り込もうとするというのはやっぱりですねあの普通に考えると、まあ、自分は政治の世界から引退をして、えー、っと次のしたいことを考えるんだ。 というのがずっと一貫して彼女表情も変えずにああいう立場でいろいろと何を聞かれてもそうおっしゃってるわけですけどもそれとは随分落差があるなというのはちょっと正直私も思っております。でなので、えーとまあ、可能性としてゼロじゃないというふうには思いますけども どうなんですかねそこはちょっとあのドイツのメディアでも報道されておりませんし可能性は低いんではないかとは思いますがご自身が表に出るということについてはただ政治の方向が自分と全く違う方向に向かうことについては彼女は良しとしないんではないかなとそれはあの彼女の師匠にあたるヘルムート・コールさんがあの最後結局彼女が突き落とす形になっちゃいましたけどもあの、えー、と16年在任されて、まあ、非常に 最後あまりいい形になりませんでしたのでやはり政治的な影響力を残すことで自分の何のて言うんでしょうか退任後の立場が悪くならないような手は打っているのかなという気がしております。それからえっ、ー、と羽場先生の、えー、とご質問なんですけれどもえっ、ー、とこれは政権の枠組みがちょっとまだ固まっておりませんのでどちらの方向に向かうのかっていうのはなかなかわからないんですけれども。あの 中国との関係についてはですね、経済連携については、特にあのどこの地域に限らず、あの今、コロナであの経済的には大変、まあ、日本もそうですけども、なので、えー、と特に、ハブ、まあ、先生、よくご承知のように、ドイツの場合はあの、輸出依存度が非常に高い経済でございますので、中国との関係をですね、えー、というのは、あの 簡単に見直すというふうなことにはなっていかないのではないかと、まあ、もちろん政策的にですね非常にあの特に空間の買収であるとかいろいろありまして、えー、と警戒感が高いっていうのは事実ですしそれから中国と,、えー、と緊密な経済関係を築,く築いていて。 え気づくことによって、ですね例えば ASEAN アアであるとか日本であるとかオーストラリアとの関係にですね影響が出る、つまり中国と緊密だからドイツはやっぱり信用できないというふうな、ある種の信頼感の,その、えー、と既存ということについては、あのえー、と非常に今、ドイツは気にされているようですので、まあ、これはあのこのフォーラムでもあの前回えとちょっと出ましたけれども、えー、とその点は気にされている、要するに日本がちょっとあまりハッピーではないと、そういったドイツの現状についてですね。 ですので、アセアンや日本やアメリカとの関係、オーストラリアとの関係を考えても、ちょっとちょっとずつ軌道修正をかけているというふうには思いますけれども、経済的な関係については、えっ、ー、と慎重にいくのではないかなというふうに思います。また、あの、えっ、ー、と、移民難民の点では、まあ、これはあの、特に信号連立になった場合には、緑があの移民。 がしやすいような環境をということを政策の選挙功労にも入れておりますので、まあ、そちらの方向に向かうんだろうなという気がいたします。で3番目のデジタル化についてはこれは自民党がやっぱり自分たちのアイデンティティとも関わってきますのでこれに前向きなですね政策投資を行わないはないということになってきますとなかなか政権に入りにくいということがあると思いますのでこの点は自民党次第というふうに考えております。あのただ政策的方向 が違うので本当にどうやってまとめるのかなっていうのはすごくあの関心のあるところでございます。えっと私の方からは以上でございます。ありがとうございます。あの、えー、ドイツの影響力があまりにも EU で大きくなりすぎるということから考えると、あんまりフォンデラアライアンさんをしのぐような形ではあの目立った。 言わしたくななないかなといいんかとうのは私はそんな感じはしますけれども、まあ、本田新谷さんが、あの、自分の、あの、妹みたいなもんでしょうから、あの、そういう形で影響力を持つのかなと思います。それから、あの、えっ、ー、と、私も思いましたのは、あのえ、えー、この今回の県選挙で思うのは、あの、私、フランスをやっておりますけれども、大物政治家の跡っていうのは見えないというか、得てして、あの、 えー、その方向性が分かりにくいことが多いんではないかなと思います、まあ、あのそういう意味ではフランスではあのミッテランの後シラクが継いだときは大物大物だったんで良かったんですけどもあと大物政治家が長くやった後、えー、ちょっとあのどっちつかずっていう風な感じの政治が多いかなというふうに思います。 そういう意味ではあの実は先ほど、鳥立先生も質問されてましたけども Q&A のところに質問が出ておりましてあの、えー、橋本大使の方からイデオロギーの問題で全体としてでイデオロギーの体調が特徴になったというふうなことは言えないのかと、まあ、先ほどあの、えーっとあ、三好先生の方か,三好さんの方から。えー 政党の多党化とかですねあのオランダ化とかそれから政治家の、まあ、こういう言葉は使いませんでしたけどもあのイメージによる選挙行動が多くなっていると、まあ、そんな話が出ましたけれども、えー、ここで橋本大使の方からイデオロギーの体調というのはな脱イデオロギーという,ような質問が出ております、えー、脱イデオロギーは続くということなのでしょうか。 それからあの、田中治先生からはです、ね、あの現実的な質問が出ておりまして、えー、スペ p d a のショルツについては堅実な政策手腕に定評がある一方カリスマ性に欠け、対極的な国際観や EU の未来像を描ける人物ではないとの声も聞かれます。 ただメルケル首相やコール首相も就任当初から高い評価を得ていたわけではありません、えー、シュルツ氏が大化けする可能性はあるのでしょうか、EU 内でリーダーシップを発揮するとすれば、どういった役割が考えられますでしょうかと、まああの、シュルツということをあの、政権ということを前提にの話ですけれども、はい、よろしくお願いいたします。あそれから、ら、ら、パネリストの方々、皆さんごごご質問ありままししたた意見ざい お願いいたします一つ質問、いいでしょうか。どうぞ FDP が伸びたということの一つの背景として、まあ、今回のコロナ危機もあったのかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょう、まあ、FDP はやっぱりその、まあ、自由、フライハイトとか、行動規制の反対とかですね、まあ、あとはやっぱり経済に対する。 配慮が必要だというようなことを主張したと思うんですけどもやっぱりそういったところがあの一定程度有権者に受けたということもあるんではないかと思うんですけどもその辺はいかがかなとあと全く、ま、私の主見なんですけど、まあ、メルケルなんですけども、まあ、やっぱりメルケルって人は何でしょうあの、まあ、やっぱりあのよくあの後継者を育てないとか言われるんですけども、まあ、要するにそういう タイプの人じゃないといととうことになるわけ私はするんですけどまあ要するにあのなんか人を引き立てたりとかですねあのまあ逆にその陰口を言ってあの追い落とすとかそういうことはしなくてまあ,あなたたちの,あの後継者がいればあなたたちの実力でやりなさいよというような感じの人じゃないかなと。でまあ,あのそれでもう何回ももう政治から引退すると言ってるんで。 何か影響力を残すとかってことは、あんまりすぎいや、彼女、いやまあ、私、メルケルって人はそれほど分かってるわけじゃないかもしれないけど、まあ、そんなことを考える人じゃないんじゃないかと、多分なんかも、も全くやっぱり、あのなんか自分であのシンクタンクとかファンドとか、えー、なんか作ってですねあの、もうちょっと自由な活動をするとか、なんか、なんかも確か彼女、一回あの、アフリカに関心があるみたいなこと言ったことがあったような気がするんですけど。 難民危機で彼女もずいぶん応えたでしょうから、なんかそのもうちょっとあのアフリカの開発経済とか、そっちのほうに,やにあの携わるとか、なんかそんなことかななんて、私は勝手に想像してるんですけど、どうでしょうか、まあ。まあ、確かにおっしゃるような、そういうイメージはあるかと思います。えっと、それからまああの今の、のの田中先生なんかの質問に加えまして、今、三好先生も少し出されましたけども、コロナ以降の経済。 ドイツ経済、それからヨーロッパ欧州経済ですね、そういうことについてのドイツのイニシアチブっていうのは、新政権の場合、今までどおりやっていけるのかどうか、そういう問題もあろうかと思いますちょっとそれはあの司会者がアドホックなアドリブ的な質問になりまして、申し訳ありませんじゃあよろしくど。ううぞお願いいいししまますすははい、ありがととございますそれじゃあ順番としてはあ橋本大使へのご質問 のご質問からということでよろしいでしょうかね。えっ、ー、と、橋本大使からいただいたのは、えっ、ー、と、イデオロギーの体調ということなのかということでございますけれども、まあ、今回の選挙結果を見る限りではですね、まあ、あの。 まあえー、と先ほどちょっと他の先生方からも出ましたけれども、やはり以前はですね、キリスト教者民主・社会同盟が、まあ、教会を通した強固なネットワークを通して、えー、いろんな支持基盤、あのまあ、非常に固い支持基盤というのを持っていた、他方で社会民主党は労働組合員を中心として固い支持基盤を持っていたと。 多様化の流れということでございますけれども、の方向に向かっているということで、まあ、確かにこれ、を橋本大使ご指摘のようにです、ね、まあ、この脱イデオロギーという意味では、あのそういったことなのかなという感じがしております。あのえーと えーまあ、緑の党はあの環境ということを中心にされたあの、まあ、単一政策といいますか、まあ、比較的、まあ、そういった性格の強い政党でございますけれども、まあ、そういった政党があの、えー、と広くです、ね、支持を集める、まあ、そういった 時期に入りましたしたそれからあの、まあ、これは特にまあキリスト教民主社会同盟がまあメルケル政権下でまあ大連立の期間が長かったということもございまして、まあ、先ほどもご紹介をしましたように随分と政策的にはまあ左に寄った感じがございます。まあ、そういった意味での政策的なマーケット とをですね、まあ、埋めるという意味であの、えー、とドイツのための選択肢とかが出てきたわけですけれども、まあ、そういった意味で非常にこの主要政党がですねどうもよく分からなくなって区別がつきにくくなってきたというところからいろんな意味でそのえっ、ー、と、えー 脱イデオロギーといいますか、かつてのその今日こな支持基盤というものが変わってきているということになってったのかなというふうにあの私自身は受け止めております。それから、えー、と次のご質問で、えーと、ショルツ氏がその、えー、とカリスマ性にかけて対国対極的な国家間や EU の、えー、と未来像を描ける人物ではない。 のではないかというご指摘でございますけれども、まあ、あのこれというのはあのなかなか実際に今仮にショルツ氏がな首相に就任をしてどういう活動をされるのかということに関わってくるわけです今から危険にその予測することっていうのは実際のところは難しいだろうと思いますけれども。あの まあ、最初からあのお書きになっているように、まあ、コール首相だって、えー、最初からそう言われていたわけではございませんし、あのまあ、こればかりは本当にいい、まあ、分からないというふうに申し上げるしかないのかなと。ただ、まあ、ハンブルク市長をされている時に、えー、ときに、まあ、よく言われることなんですけれども、えーえー、APEC の会議があったときに、警官隊があの えーえー、IMF でしたっけちょ,ちょっと会話しましたけどの、要するにじ事態を収拾できずに暴徒、えー、化した人たちのです、ね、活動を許してしまったということが指摘されていてです、ね、今よく比較されますのは、えー、とおンやはりバンハンブルク市長から えと首相になったあのヘルムート・シュミットさんがあのハンブルクで、えー、洪水が起きたときにいち早く NATO 軍に出動を要請して、えー、と被害を最小限にとどめたということと,との比較で,です、ね、やはり決断力に欠けるのではないかという、まあ、若干ショルツさんにとっては、まあ、意地悪な見方をする声があのドイツ国内であると。 いうのはあの事実でございまして、まあ、そういった意味からすると、まあ今後次第ではないのかなと。ただまあ、メルケルさんメルケル政権を支えるという意味ではまあ、着実にですね。大きなあミスもなくですね。されてきて、しっかり支えたという意味では実績というのはあるというふうにあの考えております。それから、えっ、ー、と今あのいただいた三好先生のその自由民主党について。 ではまあ、コロナで、えー、と行動制限の解除を訴えたというのも影響があったのではないかということでございますけれどもあ、その点は全くその通りだろうと思います。あの特に主要政党 2, 2党が、まあ、ああロックダウンであるとか。 いろんなことをあの呼びかけた手前でですね、えー、とやっぱりそれに不満を持つ人たちが自由民主党に向かったというのはその通りでございます。行動制限に反対してたのは、えー、と自民党とそれから同一のための選択肢だと思いますけども、まあ、これそういった人たちはあのこの2党を支持したということになるだろうとあの思います。ただ、何と言いましょうかあの、若い人たちが支持をされたという点についてはですね、まあ、やっぱりその。 まあもう少し社会民主的になりすぎた、えー、と経済環境を少し自由にしてほしいという期待も入っているのではないかなというふうに、えーまあ、今の現,現時点では私自身は考えております。渡、え、辺、ー、先生、以上ですが、よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございます。えー 一つね、もう一つあの、Q&A にまだ出てるんですけれども、匿名の方のようですけれども、えー、新政権における対日政策は依然と変化するでしょうか、まあ、ちょっと対日というと <laughs>、なかなかヨーロッパの場合、共通政策もありますのでお答え、お答えしにくいかもしれませんけどございますか、何かえっと。そうですねななかなか対日政策 の変化っていうのはあんまり見込みにくいんですけれどもあの、えー、と先ほどのインド太平洋との関係で、まあ、あのフリゲート化のバイオルを送ってきたりとかっていうことについてはあ、まあ、今後はその少し慎重になっていくという意味で、えー、と安全保障の面ではあ独日,の日独のです、ねあのまあ、情報 協定とかいろいろ結んでやってますけども、えー、と動きが少しスローダウンする可能性はあるのかなとあとはあまり変わらないと思います簡単ですが以上でございますはいどうも皆さんの方からございますか少しあれでしたらあの私以前からよく思っているものですけれどもあのドイツはあのデタント外交の時からあの経済中心で まああのあの中村先生もどこかに書いてございますけれどもありますけれども、あのバールの進言によってあの、経済的に相手を崩していくといいますか、経済から変えていくといいますかで、そういう意味で今日出たいくつかの質問に、安全保障のも議論がございます、対中、あるいは対アジア。でこののの時に私今回のあバイエルンブリゲート間の派遣等もあ 一応、まあ、フランスなんかもイギリスより先に今回も来ていたわけですけれどもあフランスなんか勇ましいタイトあの作戦、えー、タイトルがついてましてジャンヌ・ダルク21なんていうタイトルがついておりますけれどもあのそういうふうにあインド太平洋に対するあの安全保障上の関心を示してはいますけれども背景にあるのはやっぱりインド太平洋が世界での今後の経済の中心地にますますなっていくと。 その中であのヨーロッパが EU がコミットしないわけにはいかないあるいはプレゼンスをあ大きくもら持たなくてはいけないと、まあ、G2 といいますか米中の国際政治の場としてだけではなくてです、ね、ヨーロッパもきちんとそれなりの存在感を示さなきゃいけないというところにその対中包囲網と というふうに解釈されることも含,み含んで大きな意味はそこにあったんだと私は思っていますけれどもあのそう考えますと新政権どう,いうせどういう形になるかに,しにしても,なるにしてもやはりその基本的な経済中心主義といいますかそういうところはずっと残るのではないかなと常々思っておりますけれどもこの2三3 0年、はいそういう点でいかがでございましょう。 あのグリーンはね、人権に非常に厳しいんですよ、でもし外務大臣に、グリーンから大臣が選ばれると、まあなるね、中国に対する姿勢はすごく厳しくなるんじゃないかと言われてますので、はい、SPD だけで議論できないんじゃないですか、なるね、もちろん外務大臣になるかどうかは分かりませんので、ちょっとグリーンのことが何も言われないで、あのどんどん対中外交が柔らかくなるとおっしゃってますけど。 ちょっとやっぱりそれはグリーンを見てないんじゃないかなと私はああなるほど。そうなりますとその経済とのバランスはどうなります経済とのバランスはどうなるんでしょうね。つまりグリーンというのは経済より人権、経済よりグリーンというのが持ち味なので、彼らの主張というのは通すと思うんですよね。通すと 経済はあるる程度犠牲にならざるを得なないいんじゃないですかつまりその、メルケルさんというのは、常にのベでディといいますかね、あのドイツ産業連盟を、大資本を気にしながら動いてきてますので、はい世論と、世論と大資本を見ながら動いたんですよ、彼女は。彼女のドクトリンがあるとすれば、世論と大資本、これで間違いなく来たわけです、ここまで16年。でも、あのグリーンは違いますよね。 グリーンはむしろその産業の資本主義の行き過ぎを抑えてというところがあるし、人権重視ということになると、中国に対する姿勢も違ってくるので、これが連立政権に入ることになれば、僕自身はあの今みたいにそのバイオンで終わりというふうな議論でいいのかなというふうに思いながら聞いてましたけど。そうううししししままたたどうなりましたでしょうグリーン グリーンになるグジングリーンの方向に、えー、舵を切るということになりました、なつまりね、つまりその政権の大臣の配置によると思うんですよ。つまりあのリントナー氏は財務大臣になりたいって言ってるんですよね。でもあのえっと7時間あの6日ですか日でしたか、参党の協議がありましたけど、あのハベックって言ってあのグリーンの共同代表も。 いいや俺は財務大臣になりたいんだと言ってるんですよねでだから財務大臣になって外務大臣になるというのは無理かもしれませんのででもあの、えっとえっと、特許率はあのグリーンの方が多い,多いんですよ f d p よりも f d p 上がったと言ってもちょっとですよ数パーセントも上がってないんじゃないですかね特許率で言けばそうするとあのグリーンの方がぐっと上がってきてるのでやっぱりグリーンが強いとすればまあ もしあのグリーンのハベックさんが財務大臣になれば、ちょっと外務大臣まで取るというのは無理かもしれないので、そこらあたりのとことでまだ先は読めないんですけど、やっぱりグリーンを入れてあの中国政策、ドイツの中国政策を議論しないと、ちょっとこう片手落ちになるんじゃないかなというのがあの僕の考えです。ありがとうございます。ね僕はあるああの 緑を、外務大臣。とを取っていけば、あの、そういうふうになる可能性もあるんじゃないかなというふうに。緑を外務大臣とする連合が、可能性が結構高いと。うん。そ,ういうそこまでは言えないですね。僕はハベックが財務大臣を取らないと、E. U. が困ると思うんですよ。うん、あの、リントナーの、あの、厳しい、その、あの。債務ブレーキとかね、そういうの、今 E. U. で振り回されると、非常に迷惑ですよ。だから、ハベックが僕は財務大臣になって。 というのをこう期待してますので、ちょっと外務大臣のことを考えてないんですけど、でもまあ、分かりませんよ。リントナーがこういけばね、はい、外務大臣はあのグリーンになる可能性が、ね、そうすると、財政とその外交の対中政策っていうのは一つ、バランスになるというか。か 考え方ができるとおっしゃってるんあるんそうおっしゃってるんですね。そういうふうに思います。そ,すそ,うううすそしたら逆に言えばない可能性もあるわけですよね。そうです、ね、あの外務大臣がないっていう可能性がある、まあブが。ブリンが閣内に入れば、うんうん、中国に対してどんどん弱くなるというようなことはちょっと僕はないと思います。ブリンが閣内外務大臣にならなくても、連立政権に入るわね。ブリンが。あ、そら外務大臣にならなくてもということですか。ええ、ある程度のか考えで出るまでおっしゃるわけですね、はい、はい、了解です。 あのれっそれに今のことに関連して中村先生にお聞きしたいんですけどもあのこの連立交渉ですねで、まあ、田中先生言ったようにポストがあの多分一番重要なポイントになってかつ周りからも分かりやすいと思うんですけどもあの政策についてもですね基本的なところについてもまあすり合わせをしてでそれをまあ,ある程度形文書かなんかにして でえー、じゃあ三党合意ですよというプロセスがあるわけですよね、そこの部分の,なんて言いますの重みというか、どこまで詰めてで、それが実際に政権できた後ですねそれに引っ張られるものなのか、つまりせっかくできても、ですねこれ、仲違いして空中分解するような。 単にあのまあ、先ほど申し上げたようにやっぱり3等連立って相当無理があるんじゃないかというふうに、まあ、私は個人的には見てるんですけどもその辺の,その事前の、まあ、だから2017年もなかなか調整うまくいかなくて半年ぐらいかかっちゃった今回はそこはどういう、まあ、そのどのぐらいの,その重みがあるかということとそのどういうふうになるというふうに見ていらっしゃいますか。 えっとありがとうございました。じゃあまとめてあのご回答させていただきたいと思います。まずあの最初に渡辺先生からいただいた経済中心ということでございますけれどもあのご指摘のようにあの、えー、とエボン・バールがですねあの東方政策を始めるにあたって使った標語があのへん、えー、接近による変化という言葉でヴァ、えー、ンデル・ドゥルヒ アンネアルングというんですけどこれをあの、まあ、要するに体制の違う東側の国に接近をすることによって、まあ、民主化とかそういったあの変化を促していくということであのそれが一定程度ですね成功したという評価になってですね、えーとまあ、それが今の特に、えー えー、エゴン・バールの,その社会民主党を中心に価値観としては受け継がれていると。で現在の、えー、とにもですね、それが今あ、渡辺先生がおっしゃったように、えー、それをもじって、えー、とヴァンダル・ドルヒ・ウィーシャフトですねあの、ハンデルですね、貿易による変化ということを言われるんですけども、まあ、そうなっているんではないかと、ドイツの政策は。つまり、やはり経済政策を通して、貿易を通して、相手の 変化を促すんだとということですねですから中国に対しては中国に対して、えー、っときちんと人権の尊重であるとかいろんなことを言ってますよということを言うあのビハインドドアーズで言ってるんだということを、まあ、ドイツ政府はあのい言い続けているわけですけどもどうもそれがあの一定程度きまあ程度 あの人権活動家の奥様が出国できたりとか一定の成果はないわけではないんですけどもどの程度まで耳を傾けてもらえているのかっていうのはちょっとよくわからないということでまあドイツ外交への批判という観点でまあそのことがよく取り上げられるということだろうと思いますですからえーとえーと渡辺先生がおっしゃった点についてはあのまあ私もあの同意でございましてで経済については要するにやっぱり輸出経済で成り立っている国でございますのでまあこの点は かかななり慎重にやるんではないかと同時に、えー、とインド太平洋戦略の一つのポイントというのはコネクティビティの問題がありましてとにかく経済的に、まあ、特にインドの場合は、まあ、ドイツ側の 予測でですね、2025年に中国を抜く人口がインドに出てくるということでやはりそのドイツに持ってくるその、えー、と輸入物についても、まあ、輸出入についても40%が、えー、とインドを通ってくるということで、えー、この ここの点の安全を確保する必要があるという観点で海洋安全保障の観点からあの戦略もできておりますのでやはりヨーロッパと,とです、ね、インド太平洋とのアクセスの改善ということについては政策的にはやってくるのではないかというふうに思います。えーとで あとあの今、田中先生と渡辺先生との間でご議論がされておりました、人権の問題について緑がですね主張するので対中政策、厳しくなるんじゃないかということなんですけれども、もちろん、なんていうんでしょうか、表の議論としてそういったことって出てくると思うんですけれども、例えば政成績政権の枠組み違いますけれども、シュレーダーさんが、 えー、赤緑ですね、えーとえー、社民と,、えー、と緑でですね組んだときに、最初、えー、とフィッシャーさんという外務大臣が前面に出て、ですね、えー、割とその、えー、厳しい。 えことをしたわけけですけども徐々にですね、えー、と社民党のシュレーダーさんに主導権が移っていくっていうのことがございまして、あのーまあ、三党の枠組みに、ね、今度はなっておりますのでどう変化するのかが分かりませんけども、あのー、なかなか緑の そのだけで,ですね厳しくするということについては社民党のなかなか同意というのが得にくいんではないかなという気がしておりまして人権面についてはもちろん社民党も懸念していることについては選挙口論でも言っておりますのでいろいろ言うとはとは思うんですけども具体的にその対中政策の変化にまで 行くのかなというのはちょっと私自身はあの慎重に見ているということでございます。であとまああの田中先生ご自身もおっしゃってたようにポストがですねどういった割り振りになるのかということも決まっておりませんのでまあ、それによる部分も大きいのかなというふうに思います。であと財務大臣のポストについてあのハーベックっていうまあ作家出身の共同代表がもう。 ますけども、えー、と確かに EU の観点から見ますとハーベックさんがなった方がいいのは間違いなくてですね、えー、とリンティナーさんは、えー、と先ほどもちょっとあの冒頭の発表でも申し上げましたように、えー、とサインブレーキの維持ということを言っていますのでそれを前面に出した財政政策を打たれるとちょっと厳しいというのはあると思いますですから EU とのえと関係のです、ね、スムーズな運用という政策運用という観点からしますと、あのー、ハーベックさんの方がもちろんいいのは 違いないなんですけどもただ財務大臣を自民党から出さないっていう話になってくると自民党が果たしてどこまで。 譲るののかなとといいうう政権合意ですねというのは、まあ、前回ちょっと席立っちゃってますのでかなり慎重にはならざるを得ない環境にはありますがそこのところがちょっと気がかりではございます。でこれが流れるとまた、えー、と結局今度はあのジャマイカ連立とかですね大連立とかつって,ってまた来年の3月までっていうふうなことになりかねませんので。 その辺はどうなのかなという感じがしております。ただまあ今のところはえっ、ー、と信号連立でとりあえず政権の成立なええー、正式な政権協議が始まりましたので、まあそれを慎重に見守るしかまあ研究者としては言いいようがないということでございまして、ただ政策的にはかなり開きがあるということも指摘しておきたいというふうに思います。えっ、ー、と渡辺先生以上でよろしいでしょうか。あの富田さんの質問はよろしかったでしょうか。入ってましたでしょうか。 えっと,え、えーと,えーとあ、政権の、えー、と協議でございますよね。えー、とこれについては、えー、と年内を今の目処、のメドに連立協議を終えるんだということですけども、同一の場合は連立政権の協定を結びますので、これをかなり詰めて、ここで合意ができないものについては、 やはり席立つという前回はそうでしたけども、そうしますと、とても年内には多分終わらないと思います。来年、前回は、えー、と翌年、選挙の翌年の3月まででかかりましたので、まあ、そういったことになるのかなと。ただ、それも、えーと、シュタイマイさんという大統領がですね、社民党出身の方ですけども、前回は、えー、と大連立を拒否していた社民党に対して、自分の政党に対して、いや、あの、 政治の都合を有権者に押し戻すわけにいかないので、あの連立を考えてほしいというふうに、えー、と影響力を行使して、大連立が発足できたという結果がございますけれども、今回の場合は、相方があのキリスト教民主同盟ということになってきますと、ちょっと環境としては違ってくるのかなというふうに思います。うん、一言で言ってどうですか、中村先生、ご自身としては、あの長引きそうですか。いやこれ あの難しい言葉、ね、で言いにくいでしょうけど <laughs> ええー、し、まあ信号連立、こう今やってる信号連立が流れるとちょっと時期的には年内っていうのはもう難しいですよね。そうするとそれこそフランスの大統領選挙の時期と実質が重なってくる感じがします。はい、どうもありがとうございます。あ,すみませんあのちょっと今のフォローアップその。 私のお聞きしたかったので,の点であの、その政策合意をですね、どのぐらいその拘束力っていうか、拘束力はい、もうその文面に従っていきます。だからそれから外れるような政策運用をやった場合には大きな問題になりますので、特に今回は、あの東田先生もおっしゃったように、3党でございますので、政策のすり合わせっていうのは今の段階できちんとやっておきませんと、まあ、特に、 えと信号連立の場合は政策的な方向性がまるっきり違うのが自民党ですので、その辺は詰めていくんじゃないでしょうかね。ただ、どうなんですかね、そのやっぱり今、ま,まさに、えー、と自分たちの主張を少しでも盛り込もうということで、いろいろ激しいこともおっしゃるでしょうし、えー、決着をどこでつけるのかということにかかってくるような気がいたします。ですから、かなり年内はギリ,リまでかかる気がしますけども。ありがとうございます。 長尾先生、総こ先生、何かございますか出てらっしゃったけど、よろしいですかいや、あの来年、ドイツは確か G7 の議長国ですよね。そうです。 あ、うん、だそういう意味で言うとあんまり長引かせるわけにもいかないかな。あ、それはもちろんですそれます。うん。あのな長引長引かせるのは非常にヨーロッパとの関係でもまずいっていう認識がまずい、ね、あのあってですね皆さん。うん、えこ、ー、ええー、と特にええー、と先ほども言ったあの復興基金の執行 始ままっていますので、えー、とドイツの利益でもないということでとにかく影響力を行使できる形に持っていこうということは考えてい,るしいますしあのメディアでもそういった論点は出てきていますのでその点の認識は前回と違うということについては認識はあるだろうと思いますただこれそれで譲ってしまうと譲った政党が今度4年後に疾病返しを受けますのでどの,どの政党もあのなかなか厳しいですよね。<の>という 今年のね、あらあ10月7日のあの世論調査を見ると、あのー、セロンのた大半はあの三、ー、党連立でまとめてほしいと、エスペデが主導しない政権には反対だという反対意見がすごく高いんですよね。そういう意味で言うと、なんかこうセロンからのプレッシャーというのもね、三党で何とかまとめてくれというエスペデが主導して。 あの信号連立でまとめてくれという要求は非常に強いような気がするのでそこのこう圧迫というのもあるんじゃないでしょうかね。あのご指摘のとおりだと思いますでその圧迫を一番感じているのは実は、えー、と自民党のリントナーさんでリントナーさんは4年前に席蹴った当事者ですからまた無責任なことをやるんじゃないかという声こう言っていますか、まあ、表に出てきてしまってますけどもありますのでなかなか前回やっちゃっただけにですね今回 は席は立つなら先に緑に立ってほしいなっていうのが多分本音としてはある気がします。あの自分たちからは非常に立ちにくいっていうのは今回はある気がいたします。<る>先,先に今度立つと本当に次に影響しちゃいますので、えーと、国民のために無責任なことはしないと、ただ政策的に飲めないところは飲めないでしょうから、えーと、あと財務大臣のポストはハーベックさん まあ、もうおっしゃってますけども、えっ、ー、と、できれば譲ってほしいっていうのはあるのは間違いないと思います。こ、こ、これは結構固いと思います。はい。えー、他に、パネリストの方を含めまして。パネリスト方、はいかがでしょうか他にございますでしょうか?。一つ。あの。えっと。あの新政権の。アジア太平洋戦略なんですけども。あの。 えー、やっぱりその、まあ、確かにあの人権に対する指摘人権問題に対する指摘等はあの新政権になってまあ緑も入るし FDA も入るんで、えー、まああの、まあ、声が強くなると思うんですけどもやっぱりその,あのそういう人権に対する人権問題に対する指摘とあの具体的な軍事的な関与っていうのはやっぱり分ける必要があると。 私は思います。やっぱりその緑の党はやっぱりまだ平和主義が強いんですよね政策考慮の今回の公約を見てもまあ依然としてやっぱり多国間主義とか平和主義ということをかなり強調してるんでそういう意味ではイギリスが空母機動部隊を送ったりとかですねもともとドイツにそんな能力はないですけどもまああの まあ、さっきも言ったんですけどもその、まあ、あのフリゲート艦一隻を送って、まあ、それ以上のことは新政権では多分、えー、行えないだろうなとあとまあ f d p もあのまあ伝統的にあのチベットの,確かの少数民族問題なんかもこれもうずっと昔からあの f d p の一部であのずっとあの問題にしていてあのダライ・ラマーと関係を持ったりとかっていうことが f d p もありますけどもやっぱり f d p もあの、まあ、経済重視の党ですから。 まあそう簡単にあの中国に対してある種の,その誤解を与えるような行動はできないんであので政権全体としてはまあそれほどあの強いあのまだそこはだけに人権については言うだろうだけども、実際の行動としてはそんなに今ま,まで以上今までよりももっとトーンダウンするんじゃないかという感じがします。 はい、いありがとうございまし多岐、えー、にわたる質問が出ましたけれども、えーまあ、まず政権の見通しがまだはっきりしていませんからね、何とも言えない段階の議論ですけれどもまた落ち着きましたらあの改めてドイツ、えー、そして、まあ、その頃はフランスのごほも出ているんだと思いますけれども改めてまたあのパネルをやりたいと思っております。えー 今日は皆さんどうもありがとうございました、一応、パネルの中身についての私の議長としての役はここでおろさせていただきます、多くの方がさあのご参加いただきまして、また中村先生長期、長時間にあたりどうもありがとうございました、それからあのパネルリストの方々もどうもありがとうございました、それからあの視聴者の方、いろいろな質問もどうもありがとうございました。 えっと、いかがい,いたしましょうあの、渡辺理事長は戻ってらっしゃってるんでしょうか、最後に、えー、いらっしゃれば、一言と存じます、ね、えそれじゃ高津さん、ここで一応私、降ろさせていただいて、最後、よろしくお願いします。はい、ありがとうございましたでは、以上をもちまして、あの第6回の、えー、欧州政策パネルを閉会させていただきます。 パネリストの皆様、参加者の皆様、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。じゃまた年内にまたできればと思いますのでよろしくお願いします。よろしくどうぞお願い、はい、いたします。お願いいたします。